皆さんこんばんは、ワドです。今日は、何年だ？2017年11月の26日、15時56分です。よろしくお願いします。いや、マジでね、許せねえことがあってさ、この前さ、石野がさ、警察のパトカーからさ、配信を始めたことがあったじゃん。で、石野がなんか、警察に捕まったっつって。で、次の日出てきたんだよ。で、何があったのって聞いたら、石野が、ホームレスをやってるところで、目の前にいるホームレス、お世話になってるホームレスの人がいるんだけど、その人が、なんか、ガキに水鉄砲で水をかけられたんだって。ガキで水をかけられたんだって。水鉄砲で。で、石野は自分の部屋っつうか、その段ボールの中にこもってて何もできないのが悔しくて、で、死にてえってなったらしくて。で、石野はそれを後悔してて、で、催涙スプレーを買ったんだって。催涙スプレーを。それが、なんかその携帯しちゃいけなかったものでっていうことで、なんか、その捕まったらしい。捕まったっつうか、事情聴取で没収されたんだって。ちょっとでもかわいそうだよな。いや、水鉄砲ひどくない？で、なんか今日も来るらしいんだよ。今日も来るらしいの。だからちょっと注意しに行こうかなと思って。いやいや、もうこれは完全に注意しないとダメでしょ。いや、許せなくない？やっていいことと悪いことの範疇完全に超えてるでしょ。だし、石野の気持ちもちょっとわかるから、石野も一人で動けなかった俺が恥ずかしいっつってたのもわかるから、ちょっと石野が手貸してくれって珍しく言ってくんのよ。いや、和藤さんちょっと力貸してくれって。いや、マジで力になってやりてえなと思うし、俺も許せねえから、ちょっと行こうかなと思ってんのね。もし、一緒に集まって、注意したい人いたら、一緒に動きましょう。連絡します。いや、マジで許せねえよ、本当に。許せねえよ。人の話聞いてねえの、お前。チキンマン。もうクズすぎるよな、いくらなんでもな。本当にクズだわ。なんでこういうことやるバカがいるんだろう。マジ嫌だよね。気分悪いよね。な、いたずらでしょうよ、要は。水鉄砲でホームレス。だけどさ、新宿中央公園ってさ、ホームレス指吹っ飛んでるの知ってる？みんな。こういうのが過激になって爆弾仕掛けられたんだよ。空き缶拾いのおじさんいるじゃん。で、新宿中央公園のね、空き缶の中に爆弾仕込まれてて、突っ込んだ瞬間に爆発しちゃって指吹っ飛んでんだよ。だからそういう事件もあるわけよ。そういう事件も。マジでねえわ、本当に。気分悪いよな。後で石野来るからさ、俺の家。二人で打ち合わせしようと思ってて。で、もしよかったらアイディアもちょうだい。なんか石野はもう報復したいっつってんだけど、その合法的にやんないと、結局ね、こっちが犯罪者になっちゃうから、どういうふうにやるのがいいかねって。一晩一時期リンチが流行って何人が殺されてたんで、それもあるね。全然ヒロミさんはどつ、
いや、考えらんねえよ、マジで。ちょ、悪ガキ注意しに行こう。ひどいよね。医師の指飛んでないよ。いや、戦う、こういう時、こういうことでしょう、要は。弱い者いじめするやつのために、守るために戦うっていう。俺戦うよ。石野に助けてって言われたし。俺は戦う。石野が逮捕されたって言って話題になったの、2日ぐらい前に。夜中にいきなり、石野が警察から配信、警察っていうか、パトカーの中から配信をしてて。で、石野なんか悪いことやっちゃったのかなっつって、すぐバンつうか放送切れたから、なんだこれっつってみんなで話題になってたんだけど、アメリカ人ちょっと聞いて。まず俺2、3年付き合いがある石野浩介っていうめちゃめちゃ面白いホームレスの配信者がいるの。ホームレスなの今。で、配信者でもあるからいろんなとこ泊まったりしてるんだけど、いや、警察に抗議するんじゃない、みんな冷静になって聞いて最後で。石野はもう何年も、とあるところでホームレスをやってるのよ。で、俺も知り合いなの、その人。ホームレスの人は。有田さんっていう人なのね。で、石野は、今、段ボールを囲って、要は、なんつうの、普通の段ボールハウスじゃなくて、引いてただけじゃなくて、囲ってるのよ。だ、部屋みたいになってんの。で、有田さんの、てめえ、この野郎みたいな、怒鳴り声が聞こえたんだって。でも、石野は怖くて出れなかったんだって。その自分の部屋の中から。で、有田さんに話聞いたら、最近、真冬の夜中ですよ。有田さんに水鉄砲をかけてくるクソガキがいるんだって。で、石野は、助けに行けなかった自分を責めて、いや、チキンだっつって、もう死にてえっつって、すげえ悩んでたんだって。俺ダメなやつだっつって。で、悔しくて悔しくて、石野が取った行動っていうのは、アマゾンで催涙スプレーを買うっていう、ね。要は、撃退してやろうと、次来たら。もうそんな自分を変えたくて。で、催涙スプレーを持ち歩いてたら、職務質問を受けて、そのまま警察署に同行 っていう流れだったの。で、多分今日の夜中に来るんだよ、また。石野の話曰く。で、どうしたらいいかなっつって、石野が助けてくれっつって、力貸してくんね、和道さんっつって。あ、もちろんだよっつって。で、これから石野と会うんだけど、どうするのがいいかね。いや、俺は悪ガキ見つけた、おい、何やってんだっつって注意しようと思ってんだけど。警察に抗議するわけじゃないよ。っていう感じ、みんな。OK、伝わった？で、まあ、もしよかったら集まれる人、呼ぼうかなと思って。やばい、向こう複数なのか、ピンなのか分かんねえから、クソガキどもが。まあ、石野も俺も弱えからさ、数で勝負だと思って。 とりあえず、まあそれは冗談で、もし来たい人いたら、まあそれもあるけど、もし来たい人いたら来てください。新宿です、場所は。夜中から張り込む、ありえねえだろ、いくらなんでも。アメリカ人来る？まあ、アメリカ人忙しいからな、会社とかあるから。まあ、来てくれたら嬉しいけど、全然放送回していいよ、ガンガン。俺はもう思いっきり説教してやろうと思って。なめんなっつって。石野は何かされたわけじゃなくて、石野のお世話になってる人が、水鉄砲で撃たれてんの、もう最近。だ、その水鉄砲で撃たれてる悪ガキをちょっと撃退しようと思って。でも、石野はもう怒りに震えてるのよ。もうとことんやってやろうっつってるけど、まあ合法的に、そこはもう二度とこういうことが起こらないように説教するのが俺はいいと思ってるのね。だってさ、弱い者いじめじゃん、完全に。弱い者いじめるために力つけたのっていう。力つけたのっつうか、もうただの弱い者いじめ。俺嫌いなんだよ、弱い者いじめ、ほんと。クソダセーよ。クソダセー、ほんと。もう、説教する大人が必要でしょ。いや、警察に突き出してやろうぜ、マジで。俺は警察に、説教をぶちかまして、警察に突き出すのがいいと思ってるから。極上アワビさん、フォローありがとうございます。もしよかったらフォローしてください。いや、今夜だから決行ですよ。
今夜動きますよ、僕は。いや、逆上したら逆上したら殴らせりゃいいんだよ。そんな豚箱ぶち込んじゃえばいいんだよ。いや、逆上してくると思うよ、クソガキ。いや、そんな豚箱にぶっ込んじゃえばいいんだよ。社会の厳しさ教えてやれいいんだよ。だってさ、仲間とかさ、大事にしてる人とかお世話になってる人がやられてんのにさ、動けなかったらさ、男だったらさ、一生さ、やっぱ負い目感じるじゃん。だから石野に負い目感じさせたくねえから、俺は。なんか石野がこのままなんか、変わりたいとかさ、大切なもの守りたいっつってんのにさ、そう、動けなかった自分が悔しいっつってんのも、仲間だったら動くでしょ。それが普通だと思うよ。ホームレスの人が追い出し食らわなきゃいいけど。食らわなきゃいいっていうかね、そこは、ホームレスの人たちが追い出しは食らうのはまた別問題で、今、オリンピックの問題になってんのよ。オリンピックが問題になってて。で、追い出されそうなの。それはそれでまた別の問題があるんだけど、そこはほら、リスナー巻き込んでないですけど、なんすか、あなた、いきなり来て。文句があるんだったらどっか行ってください。仲間は大事でしょ。リスナー巻き込むなって何？ここ俺の放送なんだけど。お前どこの誰だか知んないけど、お前が突っかかってくる意味がわかんねえわ。消えろ。ずうずうしいわ。仲間は大事だよ。仲間は大事だよ。ホームレスの追い出しの問題はまた別問題であるんだけど、そこはさ、ほら、俺の問題じゃない。インコじゃないね。文鳥だね。まあ見ての通り動き回ってるよ、ほんと。今水とね餌変えてあげて、そっから配信始めたんだけど、いや、ここで動かないやつっていうのは一生後悔すると思うの。あの時俺は戦わなかったっつって、すげえ気持ちわかるんだよね、石野の。クソガキとっ捕まえて説教するわ。いや、マジで許せねえよ、本当に。どうするのがいいかね。どうするのがいいかね。多分ね、石野5時ぐらいに俺の家来るよ、石野は。箱一緒にしたら喧嘩しちゃうんだよ。そうそうそう。だから大きめの箱買ったんだけどさ、坂がね、プライド高くてね、ペコのこと認めてないんだよね。安彦さんいらっしゃい。バレーニューいらっしゃい。お疲れっす。いや、ちょっと石野の力になりてえなと思って。風船67個ありがとう。え、みんなはどうした？みんなだったらどう動く？みんなだったらどうする？俺はなんか泣き寝入りとか、大切な人たちがそういう目に遭ってるのに動かないのは嫌だなと思ってて。光栄です、光栄です。またって何？結構久々だけど、石野と絡むの。いや、まあ、やられる可能性はあるよ、正直。やられる可能性はあるけど、なんつうの、心にさ、やらなかった後悔を、で嫌じゃん。その仲間を守れなかったとかさ、力貸してくれってすげえ好きなやつに言われて、動かなかったらクソだせえと思ってて。グループのボス的なやつをボコる。鳥居成大さんだったら。なるほど。
先に潰しておく。いや、犯罪行為でしょ。だから警察に突き出そうと思ってんの、現場を押さえて。エアガン使ったらほら、こっちが犯罪になるから。いや、石野はもう徹底的に仕返ししてっつってたの。いや、もうやってやりてっつってたけど、でもほら、合法的にやんないと。犯罪に犯罪、目には目をは俺はあんま良くねえと思ってる。それは俺らの仕事じゃねえじゃん。いや、それがね、わかんないから、石野が来てからその話を詳しく聞いて、何人ぐらいなのかとか。そうで、石野はこっち側に5人ぐらい欲しいって言ってた。和藤さん、ちょっと力貸して、まあ俺と石野だから、あと3人ぐらい集めらんないっすかっつって。だから対複数なのかもしんないね、向こうは。ギャフン、だから俺は思いっきり説教してやろうと思ってるよ、とっ捕まえて。で、その後警察に突き出してやろうと思ってるけど、それが一番大人のやり方だと思うけど。そう、まあそうだよね。それはヒロミさんも同意見でしょ。そう、有田さんに謝ってもらって、で警察には行こう。で、謝って有田さんがいいよ警察なんてって言うんだったらいいけど、何回かやられてるのも、でもうパターンが分かってて、今日の夜なんだって、今日の夜来るんだって、パターン的に言ったら。うん、夜中何時頃行きます？夜中のね、それが朝方とかなんだよね。夜中のね、1時とか集合になっちゃうんだけど、もしそれで集まれる人いたら、連絡ください。配信とは関係ないと思うよ、多分。配信とは関係ないと思うよ。俺も詳しい状況わかんない。石野とまだこれからミーティングするから、石野が俺の家後で来るから。で、和道さん力貸してって、珍しいよ、あいつにそんなお願い事なんかされたの初めてだもん。うん、連絡はこの URL にお願いします。こんにちは、いっちゃん。いや、まあまあまあ、誠意ある謝罪っていうか、なんでそんなことしたのとか全部掘り出すね。全部ネチネチ掘り出すよ。やり方嫌なやつだよ、スピリチュアルダメージ与えてやろうと思ってるから。説教は鮫島さんにお願いしよう。いや、だから鮫島さんとか来たら無敵でしょ、もう。ただまあ、先輩をね、なんつうの、鮫島さん来てくれたらもう100人力だけど、まあ寒いしさ、そのね、先輩に、あね、先輩だから俺にとっては、先輩をそういう風に使いたくないっていうか、使うみたいなのが嫌いだから。鮫島さん来てもらえたら嬉しいけど、もちろん、もう許せねえ。ちょっと、まあ石野がちょっと分かるっていうかさ、あの時有田さん守れなかった自分が悔しいっていうネタっつうか、まあネタっちゃネタか、配信でやってんだから。証拠の配信は必要です。配信は回すかどうかはちょっと考えてるけど、まあ回してもいいと思うよ。いや、ただの暇つぶしだろうね、いたずらでしょ、要は。いたずらでやっていい範疇超えてると思ってるから、俺の考えでは完全にいたずらの範疇超えてるでしょ。まあ、だから今日の夜中は戦いですよ、戦ですよ、男の戦いだよ。アキラッパーがいたら怖えよな。アキラッパーがいたら怖えよな、確かに。アキラッパー来てくんねえかな。まあ来れる人もしよかったら連絡ください、マジで。いや、潰すっつうか、なんつうの、別に攻撃を加えるとかボコボコにするとかそういうことはやんないけど、もう二度とそういうことはしてほしくないね。いやいやいや、別にそういうのはないよ。いや、全身筋肉痛だわ、全身筋肉痛。
いや、反省させるね。なんでそういうことしたのかとか、もう、なんで、何、そんなくだらないことしたのかとか、全部聞き出す。相手に。暇だったのか、憂さ晴らしだったのか、弱い者いじめだったのか。だからもう、そいつにとことん、しかもずーっとやってるんだって、それを。まあ許せねえわな。口だけの謝罪でもう誠意ないなと思ったら警察に突き出すよ。犯罪なんだから。犯罪なんだから突き出すよ。それで終わりだよ。だったら警察に突き出す。だったら警察に突き出す。話聞けねえバカなら、話が聞けねえバカなら警察に突き出して終わりだよ。もう二度とさせない。要は悪いことやったら痛い目見るんだった。それでいいじゃん。その時は通報よろしくよ、みんな。いや、だからさ、結局さ、こういうさ、ものって弱い者いじめなんだよ。俺、弱い者いじめ、本当に嫌いなんだよ。弱い立場で生まれてきたから。それもわかんないんだよね。いくつぐらいの人かも。こういう時、便所さんとかね、パワー系の人いるとね、ありがてえんだけど、まあ、力がないけど、頑張るしかねえわ。正直、体張るわ。はい、おっさん、いらっしゃい。参っちゃうよね、本当に。え、みんなも怒りが湧かない？だから年齢は蓋を開けてのお楽しみでしょ。でも、ガキだって言ってるらしいの、有田さんは。有田さんは、相手がクソガキだって言ってるから、多分10代か20代なんじゃねえかな、みたいな話にはなってるね。10代か20代。で、石野は相手の顔見てないから分かんないんだって。これで配信者とか YouTuber だったらもうとことんやるよ、俺。とことん追い込むよ。カメラ向こうが回してたらね。もう考えられねえわ、マジで。考えられねえわ。嫌なやつっているんだな。はいよ。オッケーオッケー。俺、外配信できないから、多分、石野とか、他の、もし配信者が集まったら、他の配信者のカメラにするけど、それはごめんね。俺は動画回すか。俺は証拠の動画回すわ。配信じゃなくて。配信は石野のところ集合でよくね。それでオッケー。それでいかね？フォローありがとうございます。それでいこう。どんな気持ちで、いや、だから、なんつうの、楽しみにしてんでしょ。楽しんでるんでしょ。相手は。ホームレスのおじさんに水かけて、うわ、あいつ水びしゃびしゃになったよ、バカだな、つって遊んでんでしょ。くだらねえ、マジで。そいつじゃあ、あれだよな。もう、水ぶっかけるか、そいつに。水ぶっかけるか。バケツで。公園の水ぶっかけるか。やりすぎだよね。そしたら絶対こっちが炎上するよね。こっちが炎上するよ。どうするのがいいんだろうね、本当に。反省もできないこと。いや、反省させるよ。反省させるよ。それが俺の仕事だと思ってる。
いや、配信者じゃないとは思ってるけど、万が一配信者だったらもうとことん言うよ。晒し上げるよ。もし配信者とか YouTuber だったら晒し上げてやろうと思ってる。でもまあ可能性はあるよね。まあ SNS 使ってたりしても、お前どこのアカウントだっつって全部終わらせるから。まあ全員正座だよな、そんな。いや、説教はするわ。言いたいことあるわ。ワイヤーでお疲れ。優しい和道さんの顔に癒されました。かっこよかった、生和道は。ワイヤーで今日暇じゃないの？新宿っていうか、俺が連絡取って、だいたいね、5人ぐらい集まれ。大の男5人いればなんとかなると思ってるから、配信者でもいいし、リスナーさんでもいいし、いや、俺も同じ気持ちだ、許せねえわって言って動いてくれる男気のある人いたら、あと2、3人、3、4人欲しいですね。撮影する人とか、要は何かあった時に取り押さえる人とか。いや、もう、言い逃れさせねえよ。頑張れよ、ゆうさん、ありがとう。ワード2、いらっしゃい。ただ言うことは言うよ。俺は配信者だし。あ、これから仕事か。マジか。頑張って。いや、みんなも許せないでしょ。みんなも同意見でしょ。胸くそ悪いでしょ。ほら、みんなも有田さん知ってるでしょ。何回もお世話になってる人だしさ。石野のことずっとよくしてくれてた人だから。エアガンは使わねえよ。それは上手ね。鮫島さんにさ、鮫島さんが、いや、上手として、それは許可するって言ったら、俺は解放するよ。俺の P90 で連打だよ。だけど、ほら、鮫島さんの顔潰すわけにいかねえから。サブリーダーだし、鮫島さんから言われてるしね。エアガンはそういう風に使うなよ、絶対って。もう鮫島さんからゴーサイン出たら、もうバンバン使うよ。関係ねえよ。狙撃だよ。あ、そりゃそうでしょ。リーダーの命令は絶対だから、上手は。お疲れ。そうそう、もう全身筋肉痛だ。めちゃめちゃ怒られたわ。お疲れ。いや、マジで許せねえ。10代なら警察より証拠散布の方が効きそう。あ、じゃあまあ、それはさ、どうするかリスナーと決めようよ。その時反省してるんだったらとか、生意気な態度取ったら、じゃあもうこれ拡散して。 ねえ、もうネットの怖さを知らしめるのか、それともまあ法的にやるのかっていうのは、まあ、どっちでしょう。向こうがね、やってきてんだから。俺はだから新宿の戦争ですよ。新宿で今夜戦争が起こるんですよ。水鉄砲対決。 目には目を、歯には歯を、水鉄砲 VS 水鉄砲っていう手もある。まあでも、石野の気持ち考えたらやらせねえよな、ちょっとな。あいつが逮捕されたの、ああ、正義感でだったんだと思って、ちょっとかっこよかったね。かっこいいっつうか、まあ本人悔しがってんだけど、何もできなかった自分責めてて死にてえっつって、で、アマゾンで催涙スプレー買って、のだからあいつは一人単身でやるつもりだったんでしょ。単身で催涙スプレーぶっかけてと。でもね、あいつね、結構とっぽいところあんのよ。あいつ結構バチバチに殴っちゃうタイプなの、意外と。ヘタレなんだ、ヘタレはヘタレなんだけど、俺と同じで心は弱いんだけど、一回プチンってくるとボッコボコにしちゃうタイプなの。だからそれも防ぎてえから、だから一緒に行かないとと思って。見境なくなんだよね。どれくらい見境なくなるかっつうと、おにぎり盗んで、サンドイッチ盗んで、お弁当盗んで、タバコ盗んじゃうぐらい見境ないから、お酒も盗んじゃうから。 見境なく盗むぐらい見境ないから。長渕剛を目の前で聞かせる。一番聞くんじゃない。 金色のライオンっつって。 全然意味わかんないでしょ。あ、座れっつって。正座しろっつって。シャンララララララっつって。 全然意味わかんないでしょ。いや、もう事件発生なんですよ、浜田さん。事件発生っすね。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらフォローしてください。まあ、なんつうんだろう。難しいよな。もう2、3年の付き合いがある流れだから。
なんかその初見さんに説明すんのがめちゃめちゃ難しいわ。初見さんに説明するのが難しい。なんかその医師の誰ってなっちゃうし、有田さん、ホームレスの有田さん誰、水鉄砲何者とか、そういう状況だから、うん、ちょっと説明するのが難しいけど、今日の流れを見たらわかるよ。今日の流れ見たらわかる。あ、誰か LINE 来た。誰か来てくれんのかな。一緒に説教してくれる人を募集中です。悪ガキをとっちめる人募集です。あ、リスナーさん LINE 追加したらさ、コテハン教えてね。 LINE の名前とフワッチのコテハン分かんないから、俺フワッチの名前に入れ替えてるからさ、俺の LINE 登録下に URL、 俺の LINE 繋がれるから、あのコテハンだけ教えて、フワッチの名前は何々でーすって言って、そしたらあリスナーさんなんだってなるから。配信者の人は配信者の何々ですとか、リスナーの何々、ふわっちのリスナーの何々ですって。ももさんお疲れ様です。いや、鮫島さん、まあ先輩だから、鮫島さんが力貸してくれるって言うんだったらもう大歓迎っつうか、ありがたい、100人力だけど、やっぱり横浜からわざわざさ、俺から呼ぶっていうか、先輩のそういう風に使いたくねえっていうのが俺の中で、相談はしようか。相談電話相談する。じゃあとりあえず、鮫島さんだったらどうしますかみたいな感じで、電話相談するってどう、鮫島さんに。ちょっとやっぱ、こういう時鮫島兄さん強えから、ちょっと、先輩に相談するか。ちょっと鮫島さんに相談するわ。やっぱ、先輩頼ろう。出ねえな。出ないっすね。鮫島さん今寝てんのかな。出ないわ、鮫島さん。いや、こういう時鮫島さんだったらグーの音も出ないぐらいさ、やってくれると思うよ。最高のやり方で。あ、今参加してくれるっていう人がいるんだけど、電話で話してみる。電話で話してみる。ちょっと今、参加、あ、ちょっと待って、今電話で話してみるわ。なんか今連絡くれた、配信者さんがいるから。もしもし。あ、もしもし、はじめまして、和道と申します。はじめまして、デコポンと申します。配信者の方ですよね、デコポンさん。はい。どこで配信をされてるんですか。ふわっちです。あ、ありがとうございます。夜中とか寒いっすよ、今日。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。許せないっすよね、でも、こんなの。はい、許せませんね。じゃあ今日の夜、でも女性でもしかしたら、はい、悪ガキでなんか暴力的なやつかもしれないですよ。大丈夫ですよ。その根拠はどっから来るんですか。はい、高校の時に、はい、少林寺やってました。マジですか。少林寺拳法の使い手なんですか。はい、少林寺拳法やってました。じゃあもし相手が何かしてきたらもう少林寺で一発で撃退することができると。上に乗っちゃえばこっちのもんですよ。マジっすか。あ、はい、やっぱりその女性でも上に乗っかること可能なんですか。はい。でもほら女性ってパワーないじゃないですか。男の方が絶対パワーあるから。大丈夫です。なんで大丈夫なんですか。結構上に乗ることできる。あ、もう自信が。上の方に乗っちゃえば、はい、もう上にドーンって乗っちゃえば私体重あるから。ちなみに起き上がることはできないと思います。体重どれくらいあるんですか。130ぐらいあります。合格です。、はい、今日じゃあマジでお願いしてもいいですか。でも相手来ないかもしれないですよ。今日張り込みはするんですけど。そうなんですか。そうなんですよ、いいですよ。いいですか。
じゃあ、よろしくお願いします。夜中の1時ぐらいになっちゃうかもしれないですけど、いいですか？ああ、そうですか。そうなんです電よ。車だから、まあ、12時過ぎぐらいに乗ってでもいい。12時ぐらい。終電で来るような、なんか、しかもめっちゃ寒いっすよ。大丈夫ですよ。寒さは強いから。あ、了解です。ちなみ寒さにに、は強いです。新宿とかになっちゃいますけど、これ、遠くないですか？大丈夫ですか？大丈夫です、交通ラインは。あ、よ、わかりました。じゃあ、後で詳細送るんで、ぜひぜひよろしくお願いしはまい。す。お願いします、こちらこそ。ふわっちで配信はどれくらいやってるんですか？もまだやって、まだそんなに経ってないです。う。1ヶ月ぐらいですか？3ヶ月ぐらいかな ですおう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 。かね。わかりままだした。そんなに。はありがとうございます。女性なのに。い。いや、こちらこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、後で連絡します。失礼しまはい、わす。かりました。よろしくお願いします。失礼します。失礼いたします。いやー、頼もしいね。頼もしい。130キロの少林寺拳法の使い手が仲間に加わったよ。130キロの女武道家が仲間になった。女武道家が。ああ、戦力はかなり強くなったね。ただまあ女性だから最前線には、もう最後の砦だよね。犯人役って何？犯人役って。いや、でもね、少林寺拳法っつったらめちゃめちゃ強いから、なんとかなるでしょ。格闘家が仲間になったから、パワー系の人がこういう時にね、やっぱり役に立つ。よし。ただ、やっぱ足の速いやつも必要だよね。相手が逃げる可能性があるから。リスナーさんでも配信者でも全然構わないんで、カメラも全然回していいんで。もし参加したい人は LINE に連絡してください。リスナーさんでつながりたい人、今回行かないけど、LINE つながっておきたいわ、どうぞっていう人も、ぜひぜひ連絡ください。下の文字のテロップのところに URL 貼ったんで、それクリックすると、僕と LINE つながれるんで、配信者なのか、リスナーなのか、で、コテハンを教えてください、必ず、メッセージで。何があったのか、まず、どっから説明すればいいんだろう。どっから説明すればいいんだろう。石野くんっていうふわっちの配信者がいるんだけど、もうニコ生時代から一緒に住んでたぐらい仲のいい、もう俺は親友だと思ってんだけど、仲間だと思ってんのね。まあ、向こうはただの知り合いだっつってんだけど、まあ、石野くんっていう僕のと、仲間がいます。友達っていうか仲間がいるのね。すごく俺が好きな配信者がいて、で、付き合い長いんですよ。一緒に生活もしてたことあるんですよ、この部屋で。1ヶ月ぐらい。で、彼、ホームレスなんですよ。で、段ボールハウスに住んでるのね。で、今も配信やってるんだけど、俺の知り合いでもあるホームレスにお世話になってんの。石野くんが住んでるホームレスの目の前がホームレスの人の。で、その人が有田さんって言うんだけど、夜中に最近有田さんが叫ぶんだって。てめえクソガキこの野郎とか言って叫ぶんだけど、石野は怖くて自分のところで、隠れてたんだって。何が起こったの？怖くなって寝てて隠れてたんだって。で、後で何があったのって聞いたら、水鉄砲でクソガキに撃たれてると、ここ最近。でもパターンが決まってるんだって。で、おそらく今日の夜中に来るんだって、そいつ。だからもう石野は何もできなかった自分を悔やんで死にてえっつってるの。要は何もできなかったと。要はお世話になってる人とか大切な人も守らないし、行動すらもできなかった自分を責めて死にたくなっちゃって、うつ病なのね、簡単に言うと。で、そう、ホームレス狩りをされてんの、簡単に言うと。そう、ホームレス狩り。要は、水鉄砲でバンバン撃たれて、いたずらされてんのよ。で、石野は、意を決して、催涙スプレーを買ったんですよ、アマゾンで。4980円の催涙スプレーを買って、携帯してたの。そしたら、昨日捕まっちゃったの。職務質問。ちょっと君、なんでそんな思ってるの？つって、催涙スプレー警察に取り上げられちゃったの。で、もう悔しいっつってて。石野は震えてんのよ。悔しいっす、みたいな。で、もう長い付き合いなんだけど、石野から何かをお願いされたことないのよ、俺。だけど、力貸してほしいって。和道さん、ちょっと一緒に力貸してもらえないですかっつって。あ、もちろんだよ、つって。で、今に至るっていう。いや、石野かわいそうでしょ。な、今に至るの。
そう。で、今から石野が多分来るんだよ。今多分なんかビデオ個室でオナニーしてるっつってたから。多分今から来ますね。で、その仲間を募集してんの、そう、悪ガキをとっ捕まえるの。のんさんいらっしゃい、しょけんさん。もしよかったらフォローしてください。この事件追っかけたいなっていう人はふわっちフォローしてください。よろしくです。で、まあ、もし来てくれる人がいるんだったら俺の LINE に連絡ください。リスナーさんでも配信者でも構わないし、放送も全然回して構わないんで。いや、だから責任取れないよ。だから俺は行くってだけ。ね、もし力貸してくれる人がいたらっていうこと。もちろんもちろん俺も責任取れないから。だから同じ、あ、フォローありがとうございます。俺はだから行くよ。フォローありがとう。フォローありがとう。LINE も全然気軽にフォローしてください。あ、デコも上に乗っかってやるんだ。 いや、まあ、相手を怪我させたりとか、こっち側怪我させないようには、するけど、とにかく説教をぶちかましてやろうと思ってるね。フォローありがとうございます。ありがとう。夜で優秀な動きを、働きをするのはカメラが一番向きになるんだ。いや、そういうのもあるよね。だけどさ、そいつらが水鉄砲撃たなきゃ証拠を抑えらんないわけだから、張り込むっつうか、潜まないといけないからね、こっち側は。フォローありがとうございます。よろしくお願いします、デコポンさん。のんちゃん許せねえよな。のんちゃん。あんま乗ってないな。許せねえよな。のりこ。そうか。眠いの。のんちゃん寝起きだわ。報復合戦になったら報復するつもりはないよ、シビウサさん。なんでそんなことしてんのっつって警察に突き出そうと思ってる、俺は。報復をしようっていう感じじゃないから。なんだ、音楽止まった？なんだなんだ、あれ？音楽止まったよ。 なんだ、音楽止まったな。え、なんで音楽止まったの？何これ、音聞こえる？なんで音楽止まった？何これ、え、何これ、何これ、音楽が止まったんだけど。そうだった。のりこ食堂、そうだよ、のりこ食堂大好きだから、石野浩介は。どうやってやるのか聞くんだろうな、相手。もう要はクソガキだったら思いっきり説教かまして警察に突き出すのが一番効くような気がするんだけどな。いや、だって水鉄砲でさ、35歳上場企業の役員に勤めていてフェラーリ乗ってる人がそんなことやらないでしょ。ブルメリアさんいらっしゃい。水鉄砲で撃ってあげるのもありなのかも。あ、逆にね。目には目を、歯には歯をね。水鉄砲で撃退すると、逆に。まあ、そういう手もあるかもしれないよね。メガホンありがとう。アーマモちゃんメガホンアイテムありがとうございます。写真も撮らないとね。まあ動画さえ押さえておけば後でキャプチャーできるじゃん。職人さんとかキャプチャーで、こいつ犯人、こいつのこんな顔だったよ、できるからね。警察に先に話すのもありだね。だからそれを、みんなと相談したかったの。どうするのがいいかなと思って。それで枠開いたの。みんなに知恵借りようと思って。何の罪なんだろう。水鉄砲で撃ったら何の罪なんだろう。妖怪さんいらっしゃい。もう警察には行ってるよ、石野は。
迷惑防止条例。初見さんいらっしゃい。暴行だよね。暴行になるのかな？何なんだろう、これ。何の罪なんだろうね。でも一応その有田さんとかが警察だったら嫌がるかもしれないから、その有田さんのところ行こうよ。石野の話聞いて有田さんに警察使うのかどうかっていう。ああ、そうなんだ。ペニーさんいらっしゃい。まあでもさ、何がどう考えてもさ、弱い者いじめだし、まあどう考えても水鉄砲でいきなりさ、知らない人からかけられた罪になると思うよ。なんかしらの。そう思わない？海宝、こんにちは。初見さんいらっしゃい。楽しかったらフォローしてください。ちょっと今日の夜、新宿で戦争が起こるんで。戦争というか、捜査が入るんで。もしよかったら追っかけてくれる人は、フォローしてください。ホームレスもある種不法滞在みたいなもんだし、警察に話すなら慎重にしないと。そういうのもあると思うけど。暴行罪か。ありがとう、教えてくれて。だから、そう、目には目を、俺は説教をしたいの、そいつに。なんで説教もするし、逆になんでそんなことしたのっていう、そいつを掘り下げたいと思ってんの。まあ、配信は、俺は外配信できないから、カメラも動画を回そうと思ってるけど、証拠を押さえようと思って。現行犯で取り押さえても取り調べみたいな行為しない方が一般人からしたら人権侵害、強要罪、監禁罪になりますよ。ならないでしょ。ならないでしょ。ならないですよ。普通の人を、何にも罪もない人をそれをやったらそうなるよ。相手もともと、そもそも水鉄砲で襲撃してるやつだから。ならないです、さやかさん。もしなったとしても僕は戦いますね、そこは。構わないです、別に。配信者なんで。証拠を押さえて何が悪いのっていう。ネットに口論相手に水かけて罰金20万ってあった。あ、ありがとう、猫さん、情報。ワドタンだよ、ワドタン。まあ、ヒカルくんとかもこういう時頼りになるよね。俺は説教するのと、そいつがなんでそんなことやったのかちゃんと聞いて、納得いかなかったら警察に突き出すっていうのが俺は一番綺麗だと思うけど。弁護士雇う金もないくせに。なんなの？どっから来たの、あなた。何の話してんの？現行犯逮捕は一般人でもできるよね。昨日なんかヒカルくんがずっとワドタン、ワドタンっつった。石野、まあ目の前でそれやられたらな、水鉄砲でやり返したくなるわな。はい、ワド2、こんにちは、ワド2。もし来れる人いたらよろしくね。今日参加する人がわざと水鉄砲を食らって被害届出すのが一番いいんじゃない？それはそうだね。だけど、全員で、その有田さんのところにいたら絶対やってこないから、向こうがビビって。隠れてやられて、有田さんが叫んだ瞬間出ていこうと思ってんの。わかる？俺らが隠れてないとダメなのよ。言ってる意味わかる？俺らがさ、だって5人ぐらいでさ、その、なんつうの、有田さんの周りにいたら絶対撃ってこないもん。初見さんいらっしゃい。楽しんでてください。面白かったらフォローしてください。口論的になら、口喧嘩的にならないの？知らねえよ。喧嘩売ってきたらとことん口喧嘩なんか買ってやるよ。それで飯食ってんだから。気をつける、チビウスさん。ありがとう。クリーニング代で終わったら、クリーニング代を請求できるんだったら慰謝料もあるでしょ。まあクリーニングとかねえけど。他の配信者はね、一人来ますよ。石野と俺と、電車で来てくれる女性、130キロの女性が来てくれて、何さんだっけ？デコポンさん。デコポンさんが来るって。あ、メガホンありがとう、デコポンさん。この人ね、130キロで少林寺拳法の使い手。今、ルイーダの酒場状態だから、ここ。もし来てくれる人は、連絡ください、僕の LINE に。
俺何もしてないよ。130キロで少林寺拳法の使い手だよ。もうスペック高すぎるでしょ。女武道家。クリーニング代は民事損賠償であって、水かけるのは暴行罪だよね。そう、強いパーティーが今、いや、それは私が取り押さえるって言ってる。宗司さんいらっしゃい。やばいでしょ。いろいろ決まったら、まあ多分夜中に新宿になるから、今日決行になるから、ちょっとその予定でちょっと寝たりとか、終電逃すよ絶対。石野から言ってくるの珍しいでしょ。俺も3年ぐらいの付き合いになるけど、石野から力貸してくれって言われたの初めてだもん。俺は動画回す、石野の配信やると思う。石野が今から家来ると思う。電話してみっか、石野に。石野に電話してみっか。合流する？バレーニョ。悪ガキは配信の人じゃないと思う。プライベートの人だと思う。プライベートの人っていうかよくわかんないけど。石野に電話してみっか。出ねえな。石野はまだオナニーしてる。ビデオ教室でオナニーしてるわ。わかんない。だからリスナーかもしんないよね、もしかしたら。でもそれだったら石野に水かけない。有田さんに水かける意味がわかんなくない？全然理解できないでしょ。それだったら石野に攻撃をすると思うんだよね、俺は。流れ的に。なんか一般の周りに迷惑かけようというリスナーはいないと思ってる。な、特定の配信者は攻撃されるのはあると思うけど。いや、どういう方向に行くのかっていうのはリスナーと話して決めるよ。な、水鉄砲で撃退するのか、逆に。水鉄砲で撃退した方がいいのか、それとも大人な対応を取った方がいいのか。いや、ガキでしょ。だから、ガキ。戦争だよ。水鉄砲戦争だよ。新宿水鉄砲戦争。ヘッドホン外事さんいらっしゃい。まあ、ダメだよね。まあ、だってさ、それを注意する立場だから、それでやり返すっていうのはかっこ悪いよね。あ、うまいこと言うね、フックさん。話し合っても無駄、水かけ論になるってね。あ、トンチが効いてるね。うまい。はい、座布団もらえますよ。初見さん、風船ありがとうございます。楽しんでってください。道路、公園。道路か公園かとか、あんま特定、場所は特定したくないから、ちょっとそこは、勘弁してください。 来る人だけに教えます、場所は。申し訳ない。まあ配信でね、まあある程度わかると思うから、そこは。そこは空気読んで。なんかちゃちゃ入れられたら嫌だから。まあ神回になるかどうかわかんねえけど。まあみんなはね、楽しみだよね。まあ力貸してみんな。相手がガキなら撃退しても、今度は戦力強化して報復してくる可能性があるよ。そしたらもうだから全面戦争だよ。新宿水鉄砲全面戦争でしょ。後の新宿構想である。ガキは逃げてるでしょ。ああ、オッケーオッケー、バレーニョ、了解。でも終電ないよ。覚悟してよ。終電はないよ。終電はないよ。間違いなく。多分なんだけど、1時ぐらいに集合するじゃん。3時ぐらいだってよ。朝方の3時とか5時とかに来るんだって、奴ら。だから、張り込みだよ、寒い中。まあ、北海道残ってたっけ？北海道は支給します、私の方から。以上です。北海道しか支給しません。夜中来るんだよ。超寒いよ。極寒の中張り込みだよ、みんなで。
持久戦ですよ。覚悟してきてくださいね。朝まで張り込んで来なかったらすげえ寂しいからね。ありがとうございます、流星群さん、アドバイス。はい、いらっしゃい。いや、供給間に合わねえけど、まあまあまあ、正義の戦いだから、やっぱ戦争ってそういうもんだから、やっぱね、ジョーズのこれは訓練でもあるから、舞ちゃんお久しぶり、風船ありがとう、楽しんでってください。何歳ぐらいなんだろうね、ニコマルさんね。だからあんまりその16歳のガキとかだったら顔はさらさないけど、声だけで、なんでこういうことしたのとか言うけど、いい大人だったらガンガン顔写してやろうと思ってる。まあもちろん動画にするときモザイクは入れるけど、その辺はちゃんと考えてやります、僕は。モザイク入れるのか、ボイスチェンジャーやるのか。ただまあガキだったら顔はさらさない。どうする？これで40歳ぐらいのおっさんだったら。もっとドラマチックな展開になったらどうする？ この人私のお父さんなんですとか。え？みたいな。いや、そこはね、やっぱりね、相手が犯罪者だから何やってもいいっていう国じゃないから、日本は。そうじゃなくて、そういうことするやつが一人でも減ってほしいっていうのが俺の考えだから。なんつうの？晒してあげようとかそういうことじゃない？もし来なかったらみんなで水鉄砲ごっこ。それ有田さんが怒るでしょ。それ有田さんがブチギレるでしょ。てめえおちょくってんだろって言うでしょ。いや、関係ない関係ない。俺関係ない。俺の放送で起きたことじゃなくて、石野の放送っていうか、石野の生活の中で起きたことだから、超リアルだよ。な、単純にホームレスが襲撃されてるだけ。のんちゃん、もしよかったらお蕎麦茹でて、後ででいいから。お腹すいた。寒いからね。まあ、のんちゃんは、か弱い女性だから、俺の部屋から、コメントでバックアップしてもらおう。のりこは。のりこ偵察隊。あと、のんちゃんは、巨神兵でもあるから、ね、武器を与えるとね、エアガンで本当に襲撃する可能性があるから、ヒャッハーってなっちゃう可能性があるから、ちょっとのりこは今回封印しよう。石野が襲撃されたんじゃない？あ、MC、ワード2、久しぶり。石野が襲撃されたんじゃなくて、石野がお世話になってる、目の前に住んでるホームレスの有田さんが襲撃されたの、水鉄砲で。石野は何もできない自分を責めてて、もう自殺したいっつってて、かっこ悪すぎるっつって。で、石野が取った行動は、アマゾンで催涙スプレーを買ったんだけど、催涙スプレーを携帯してたら逮捕されたっていうのが、逮捕じゃないんだけど、職質されて連れてかれたっていうのが前回の流れ。カオス、謎解けたでしょ。もともとこの始まりって、2日ぐらい前に石野がパトカーの中から急に無言で、パトカーの中で放送が始まって、いきなり放送が切れたの。ね、石野が逮捕されたっていうところから物語が始まってんのよ。だけど、その謎が解けて、石野が次の日復活したから、何があったのって聞いたら、ヤマゾンさん力貸してくれっつって、実はこういう経緯でこうだったんだっつって。そう、パトカー配信はそれだったの。だからちょっと俺は石野のその、なんつうの、仲間だから。ていうか、カオスも来てよ。暇？カオスも来てよ。ちょっと許せねえっしょ、こんなの。仲間がさ、俺動けなかったっていうのは絶対一生さ、心に残るから。夜中の1時ぐらい、新宿。夜中の1時ぐらい。もしよかったらカオスも来て。力貸してよ。夜中の1時から朝まで張り込むと思うけど。はい、若津 K さん。若津。猿蟹合戦、ん？猿蟹合戦ってタイトル。ごめん、猿蟹合戦覚えてねえわ、俺。戦いが始まるんだよ。ナイフとマジンガン、ガスマスクとあと何がいる？いや、心意気だけ持ってきてくれればいいわ。心意気だけ。心意気だけ欲しい。
やとっつかないでやろうぜ。わかんないよ。もしかしたらすげえ泣けるエピソードが出てくるかもしんないよ。実は僕学校でいじめられててとかさ、なんか物語が始まりそうな気がするから。オチとかね、別に俺、いつも言ってるけど、妖怪さん、俺別に配信で、なんつうの、テレビじゃねえから、オチがどうとかあんま気にしてないよ、正直。悪いけど、うちの放送。どちらかというとね、ドキュメンタリーだから、うちの放送。襲撃来ない可能性もある。それは、ご了承ください。いや、新宿中央公園って目の前にあるじゃん、俺の家の。あれで爆破事件があったぐらい結構あるんだよ、昔は。その空き缶拾いのゴミ箱あるでしょ？で、空き缶拾うんだよ、夜中。ホームレスの人がしのぎで。で、悪ガキが爆弾し、悪ガキっつうか犯罪者だよな。爆弾仕掛けて、指手突っ込んだ瞬間、蓋が爆発して指吹っ飛んじゃったホームレスいるんだよ。別になんか、オチとか笑いとか期待してる人は、俺の放送向いてないから、悪いけど、他の放送見た方がいいと思う。俺はリアルで勝負してから。冬に水鉄砲つうか、夏でもダメだわ。夏でもダメだわ。ないと。秋でも春でもダメだわ。季節の問題じゃねえわ。水鉄砲はダメでしょ。猫は突、アイテムありがとう。あ、そうだ、みんなごめん。俺、今、金欠でさ、めちゃめちゃ大変なの。結構さ、配信とかで金かかるからさ、もしよかったらアイテムシェアよろしくお願いします。昨日も駐車場代いくらだったっけ？ 3900 円だっけ？もうちょっと、金欠なんで、もしよかったらよろしくお願いします。そう、季節の問題じゃない。ガキは東京の人かどうかもわかんないよ、だから。だから、それを捜索するっていう感じ。捜索。あ、ワトツーペンペンさん。メガホンありがとうございます。164さん。ありがとうございます。きっと大変いらっしゃい。だから、それを掘り下げるって感じだね。それをひたすら掘り下げようっていう。成田いらっしゃい。ボコさないね。ボコさないね。自転車なのかな？どうなんだろう。それもだから後で有田さんのところに行こうよ。グローブとヘッドギア持ってく？まずはそう、生け捕り。そういうこと。まずは生け捕りから。あ、ペニーいらっしゃい。ループだな。最初から 途中から食っかんな、みんな。もう俺ずーっと1時間同じ話してんだけど、簡単に言うと、知り合いのホームレスが水鉄砲で撃たれて襲撃されて、悔しいからそいつをとっ捕まえる。一言で言うとそんな感じだ、ペニー。で、今仲間を募集してる感じで。その俺の考えとか衣装の考えに賛同してくれて、いや、俺も協力するわって言ってるくれる配信者とリスナーさんを集めてる感じ。あ、若津、いや、俺頭良くないよ。中卒だよ。あ、全然全然。いや、モグリンでもいいよ、全然。コメント打ってくれた方が俺は嬉しいからさ、コメントは、なんか、来たら、まあ、おはようとかさ、今日どんな感じとか、トークが乗っかったらロムっていいけどさ、ずーっとロムられてるとね。くだらないってお前やられてよくそういうこと言えるよね。お前さ、ホームレスまでになっちゃってさ、それでさ、ガキにさ、水鉄砲撃たれてさ、くだらないとかよく言えるよね。嫌なやつ。みんな行きたいけど、あ、いや、遠くの人は見守ってよ。行きたいと思ってる人の気持ちは仕事とかあるんだから。それは家の中で見守ってよ。コメントで応援してよ。まあ、こういうくだらねえやつがそういうことやるんだろうな。最低な発言だよな。めっちゃくだらねえとか言って。頭いいのがにじみ出てる。頭良かったらこんなことやってないよ。頭良くないからこうなってんだよ。頭良くないよ。こんなに言うほどのこと、お前今来てこんなにって何？今来てこんなに言うことって何？お前、俺の話聞いてた？お前、トツかけてこいよ、今。トツ上がれよ。言いたいこと直接聞いてやるよ、クズが。直接言ってこいよ。お前も配信者だろ。お前さ、今この瞬間で来てさ、くだらないとか言ってさ、こんなに言うほどのことかなってどういうこと？自分の発言に責任持った方がいいよ、配信者なら。
キットダメガホン200個ありがとう。ありがとうございます。新宿、今新宿向かう電車、あ、そう、あ、トツかけらんないってことね。初コメありがとうございます、鬼パンさん。いや、かなりひどいでしょ、悪質でしょ、うん、くだらないってよく言えるよね、うん、あ、複数かどうかは分かってないわ、みーすけ。単独なのか複数なのかは分かってないわ、うん、ありがとうありがとう、ドットドットさん。もしよかったらフォローしてってよ。何時から？夜中の1時ぐらいから朝まで張り込もうと思ってるね。だいたい4時間枠。夜中の1時から朝5時まで、ちょっと有田さんを守ろうと思ってる。水鉄砲物足りなくて石を投げたり火をつけて、そうそう、エスカレートしてくのよ、実際。そう。俺もそう思ってる。流星群と同じ意見。そう。これエアガンとかに変わるよ、水鉄砲が。リアクションが面白いっつって。これから調べるっつうか、一旦有田さんのところから放送始めるから、有田さんから、被害者からちゃんと取材する。いや、声乗せる。サボさんいらっしゃい、こんにちは。なんで自分でやられたくないことをホームレスの人にやっていいって考えるんで、おかしいだろ。何回もやられてんの、そう。犯人たちこの配信見て今夜来なくなるかも。あのね、リスナーじゃない、一般人なんだよ、フックさん。うん。多分だけど。わかんないよ。でもね、そんな影響力ないよ。テレビとかみたいな。影響力ないよ。もしそうだとしたら、リスナーが気づくね。リスナーが気づく。もう警察沙汰になってるの。だからお前何もわかってないでそういうこと言ってんじゃん、やっぱり。バカすぎるじゃん、お前。お前ほんとね、自分の発言気をつけた方がいい。謝ってくんね。うん。何か意見言える状態じゃねえぞ、成田、お前。何も分かってねえじゃん。話聞いてなくてよくここまで言えますねって。バカじゃねえの、お前。複数ならチーマーとかやばい奴らの可能性もあるから気をつけて。いや、可能性があるから、だから募集してんのよ。今日来てくれる人。うん。いや、卑怯だよね、サボさんね。ほんとに。うん。そう。よくあるっていうか、まあ、いい人もいるのよ、正直。いい話もいっぱいあるの。ほっこりするような。だけど、まあ最近はね、そういう話っていうか、やっぱり、まあ、少ないけど、だから流行らせたくないから、こういうこと。うん。中身が硫酸だったらアウティーだしね。うん、気をつけるよ。有田さんって人、服濡れて寝れなかっただろうね。かわいそう。有田さんめっちゃいい人で、石野の面倒ずっと見てんだよ。だから簡単に言うとさ、要はいたずらも過ぎると大人に怒られるっていう社会じゃないと俺はダメだと思ってんのよ。昔はさ、悪ガキだったじゃん、俺らも。ピンポンダッシュとかしたらさ、こらーって。いや、まあ俺ピンポンダッシュやったことないんだけど、大人怒ってたじゃん、近所の人とか。おい、悪ガキみたいな。殴られてたよ、やっぱ。だから、その、あ、怒られるんだっていうの分かんねえと。はじめまして、楽しんでってください。俺はそういうもんだと思ってるけど。別になんか変な間違ったこと言ってるつもりもないしさ。ちょっと待って、バッテリー充電しとくわ。そう、もう備えるわ。本気出すわ。和銅バッテリー。ちょっと限界態勢に入ろう。バッテリー充電しよう。あ、まあまあまあ、悪い万引きとかさ、まあ、ピンポンダッシュとかあるじゃん。俺は万引きがあるけど、ピンポンダッシュはないけど。まあ、怒られたよね、やっぱ。怒るやつがいない、自分の身を守るだけで怒るやつがいないっていうのは俺は間違ってると思うから。悪いことは悪いんだよ、間違ってることは間違ってんだよ。そう、そうやって社会を学んできた、先輩から教わってきたことを後輩に伝えるんだよ。水かけちゃダメ。あ、もう関係ないよね。あと、俺の仲間が困ってたり苦しんでるんだから、そういうことすんな、ガキっていう。
俺の意志のが傷ついてんだよ。俺の可愛い意志のが。まあ、おにぎり泥棒はだから散々怒ってるでしょ。盗むなよっつって何回も金渡してるわ。でも盗んじゃうんだよな。バッテリー充電しましょう。これバッテリー、スマホ40回フル充電。万引きは良くないよ。閲覧500人おめでとう。めでたくないよ別に。普通だよ。ニコ生以来。あ、桜子さん、おお久しぶりだね。え、名前違うの？桜子で俺コメント見てたよ、ニコ生でも。違う、別の人なの？ニコ生で書いてた桜子さんではないのかな。あ、どうもどうも、お久しぶりです。もしよかったらこっちもフォローして。ビールコンビニ、ビールコンビニって何？ああ、そのガキ注意してさらにホームレスがやられたらどうすんの。さらにやられてるんだよ。さらにやられてるから動くんだよ、バカかお前。さらにやられてるの今現在。だからお前みたいなやつは指くわえて自分のこと守ってりゃいいじゃん。守りたいやつも守れねえんだろ。だから仲間がいねえんだろ。なあ、負けたくねえんだったら引っ込んで部屋の中でカタ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 コメントだけ打つ人生でお前みたいに生きりゃいいじゃねえかよ。俺は動くっつってんだよ。なあみんな。あー懐かしい。いや桜子さんだよ、その時から。合ってるよ合ってるよ。超懐かしい。昔ね、ありがとうね。あー、ぜひぜひフォローして。懐かしいね。あの柏木の家行った時でしょ。うん、いや、そうでしょう。これ違うんだよ。K ってやつになんでこんな強く言ったかってさ、こいつずーっとこんなアンチコメント俺にずっと打ってんのよ。もともとごめんね。普通に聞いてた人からしたら言い過ぎだろうって思うかもしれないけど、この K ってやつは、俺のアンチコメントずーっと打ってるやつなの。だから K に対して言ったのよ。そのガキホームレスやられたらどうすんだよ、とか言って。アホってんの俺のこと。だからてめえと違うんだよ、つって。てめえは家の中で突っ込んで、コメントかとか書いてろって。俺は守りてえやつとか仲間がいいんだよって。あやちゃんいらっしゃい。そう、ごめんね、ヒカルさん。気分悪かったよね。石野さん、なんかあったの？なんかあったんだよ。いや、そういうのもわかんねえんだろ。いいんだよ。リスク、リスクだ、リスクだっつって、自分は何もやらねえやつ。そんな仲間でも何でもねえんだから。俺はこんなやつと付き合わねえ。K ってやつと付き合いする気なんか ないんだから。いや、覚えてる、覚えてる。懐かしいね、桜子。ありがとね、いろいろ。もしよかったら、こっちもフォローして。リュウホデスマスいらっしゃい。花火ありがとう。花火3発ありがとうにゃん。ありがとうございます。怪我ないようにね。まあ、怪我されたらされたらまた別件だから、普通に警察突き出しちゃえばいいんだ。ありがとうございます、匿名さん。花火、あ、桜子ありがとう。夜だから見にくいかもね。そうだね。まあ別に暴力振るおうとかそんなことは思ってないよ。お前さ、パチンカスにそんなこと言われたくねえわ。何にも達成できないのねって。設定6なの、釘がどうなのずっと言ってろ、バカ。なんで防犯グッズなのに催涙スプレーが没収なのか謎だわ。それもダメらしいよ。なんつうんだろう。なんとか不祥事みたいな。ありがとう。メイキャップありがとう、ゆめこさん。いや俺別にババ高田のババアさんがそうだとは思わないけど、突っかかってくんなっていう。別に、仲間を助けたりとか仲間が困っててほっとけるようなねのは別に黙ってりゃいいだろって。あ、どれさんだ。どれの売名食堂だ。どれの売名食堂。もしもし。おい、リスさん。何？お前、俺の丸パクじゃねえかよ。え？今、ありがとうねんっつったの。いやいや、オリジナルだけど。
俺の丸パクじゃねえか。はい、だからもう被害妄想が半端じゃない。もうドレさんね、病ご院めん、行こう。ごめん。ご病院めん、ごめん。今さ、すごい乗ってて、今日、ペラ行ってる時にごめん、邪魔して。つまんないこと言う気はないけどさ、企画だし、ほら、ね、それで閲覧来てるし、支援も来てるので余計なこと言わないけど、まあ、こんな世の中だからさ、気をつけてよ、まあ。ね。格闘技の心得もあるし、ほら、もしも目方になっても自分のことは守れるんだろうけど、つまんないことはやめろっていう話じゃなくて、まあまあ、やっぱこういう世の中だからね、みんな気持ち荒んでるから、まあ、あくまで怪我がないようにねっていう。何なの？それコメントで打てよ。何なの？いや、マジで。めんどくさいんだ、コメント打つの。それ電話かけてまで言うこと？なんかもっとさ、そうでそのもなさ、かった。いや、鮫島さんとかだったら、おい、ワード何があったって言って、今来たリスナーさんにこう説明したりとか、持論を展開したりとか、いや、こうなんじゃ、ああなんじゃないかみたいな、おい、怪我しないように頑張れよ、こんな世の中だからなっていうメッセージを言うために電話かけてきたの。時間調整だから、何、時そん間なに調こう熱くこうコラボしようとかそういうのじゃなくて、暇だったんでしょ、ただ単に。少し暇っていう、まあ時間調整だ。時間調整なんだ。何、時間調整って。気をつけてよ。なんかほら、わかんないよ、俺、最近の若者とかは。ああ、まあね、何するか分かんないよね。でもまあ、ほら、企画だしさ、憤ってんでしょ、石野のことで。いや、俺、企画？修二とアキラの片方がやられればね、それはアキラは黙ってないだろう。っていうよりも、結構、そのガチ、ほら、石野ってさ、企画っつうか、ネタを仕込んでくるタイプじゃなくて、あいつガチじゃん。で、その本当に多分悔しかったと思うんだよ。あいつ結構そういうのに悩むタイプだから、その世話になってる人とかで動けなかったっつうの負い目を感じてて。で、俺、石野と3年付き合いあんだけど、あいつからなんか頼まれたことって一回もないのよ。その、なんつうんだろう、ワドさん力貸してよみたいなこと言われたことなかったから。だから普通に。だから、修二とアキラ頑張れっつってんだよ。余計なことを言うつもりないって、野暮なこと。な、修二とアキラが分かんないって何それ。青春アミーゴだよ。いや、全然分かんないわ。地元じゃ負け知らずなんで。まあいいや、行ってこいよ。行ってこいよ。行ってこいよとは言わないけど、まあ、怪我とないようにね。分かったわ。さ、七色問題だけどさ、軽くさらっと触れとくけど、どうした？あれはないよ。何、あれはないって。散々パラ俺をね、恥ずかしめておいて、何、まだ一週間前のネタまだ引っ張ろうとしてんの？違うんで、今何？日、ある事件が七色に起こって、それを説明してよ。何よ、何があった？よくわかんないけど、まあ、某配信者の男の子に泊まりに行ったら、七色が、まだ東京にいたことに驚きだけど、そしたら、なんか乱暴されたんだって。乱暴っていうのは肉体的な接触じゃなくて、ビンタとかそういうこと？いやいやいや、なんか揉めて、まあ、おそらくは、やらせろと言わせられたもそういうことで揉めて、嫌だっていうか、もう彼女は何らかの意思を示したら、壁をバンってやられたんだって。壁をね。手で、いわゆる壁ドンみたい、壁ドンじゃないよ。音を出すためにこうバーンって。いや、だから、で、すぐに相手は土下座してきたんだって。ごめんって。別に悪くないじゃん。いや、女性にさ、そういう恫喝的なことは、ほら、今 DV じゃない？攻撃で触ってなくたって大声出すとかいで。や、それは DV じゃないでしょ。七色が煽ったの目に見えるもん。細かいところはいいから、それで、ね、もう一回土下座してきたのに、もうめてなんか荷物をかぶつけられて帰れって言われたんだっああ、なるて。ほど、なるほど。ね、それで、まあ、枠を開いてたわけ。そしたら、もういいじゃん、俺のことは。突然、まだ泣き止んでないの。ドレさんの方が良かったって言い出したんだもん。勘弁してくれよ、もう俺関係ないのに。それなのにさらしたのっていうね。やっぱりね、ドレスは病気治ってないし、なんか被害妄想が強いのと、妄想が強すぎて、要はやっぱり俺のこと好きなんだみたいになってるでしょ、今。正直。和道くん、正それどこ直。じゃない。和道くん、それどこじゃないんだよ。何よ。
カウンターで、つばやが枠開いて、やっぱ音楽そうになってって、始めちゃったんだよ。俺もう地獄だよ、もう。もういいじゃない。さらされたことで恥ずかしめを受けたんです。何？最低な。あの女ほんと最低な。どう持ってきたいの？何なの？七色のこと好きなの？抗議だ、抗議。七色のこと嫌いなの？好きなの？もう分かんない。もう何なのか。七色が、それで、そういうことだって最低だなって言おうと思ったんだけど、よく考えたら、その最低な女に、あわよくばと思った俺が最低だな。そうだそれな。がオチでそうだす。な。うん。そうだな。つばや、もう広げないで気づく。なんでつばやカウンターであの女最低って始めんの？俺もどんどんこの世界で居場所がなくなっていくよ、もおお、字幕でやれ。字幕でやれ。長い長い長い。邪魔。字幕でやれよ。もうプライベートで毎日こんな電話かかってくんだよ。配信外で40分とか長い時3時間とかこんなん聞かされる俺の身にもなってよ。これ配信だからいいけど、マジでこんな長いよ。もう俺、プライベートの時配信スイッチ切ってるから、あ、そうなんだ、って。この前なんかさ、ワードを聞いて。俺の花火師ね、花火をエクセルで管理してると思うんだよ。つって。だからね、生活最低限の花火しか俺もらえないと思うんだよ、って。ワドンもそうでしょ？つって、って言ったの。やっぱり？ワドンもそうだったんだ。やっぱりみんなエクセルで管理されてるよね。そうだよね。あ、やっと謎が解けたわ。とか言って40分ぐらい、って。もうきついって。もう きついって。ワドン、アンチコメントって宇宙の裏側から来てるんだよ。俺実はバンパイアなのね。ワドンだから言うんだよ。他の人は信じてくんないから、俺実はヴァンパイアなの。それで、カエル様の生まれ変わりなのね。きついって、ドレさん。ドレさん、きついって。本当は、ツバニャンとか七色は俺のこと好きなんだと思うんだよ。だからあんなこと言うんだ。きついって。もう、マフーバだよ、マフーバ。本当だよ、これ。もう本当に、病院連れてって誰か、ドレリスナー。もうね、パンチが効きすぎてんだって、本当に。いや、もう、ワドだけは信じられる。ワドだけは配信会で唯一信じられるわーって言って。もう、意味がわかんねえよ、本当に。あ、風船ありがとうございます。なんだよ、もう。なんだよ。何？エクセルは本当なんだって。何？切り方下手だって。切り方下手だ。ああ、もうイライラする。本当に下手。ふわっちの配信者、本当に下手。もう嫌だ、もう。もう下手。突下手。もう今の切り方ないわ。ああ、もう事故ったわ。事故ったわ。もうノウハウがないの。キャリアはあっても過疎だから、ずっと。ノウハウがないの。今のエクセルのは逆に広げる方のネタでしょ。なんで広げない方のネタを広げて、広げなきゃいけない方のネタをさ、広げないんだよ。そこはコメントでいいでしょ、ドレさん。和道旅団、アットマーク和道旅団で入れて。はい、こんばんは、お疲れ。あ、そうだ、石野から電話かかってこないな、そういう。あれ？また？あれ？なんか、バグすごいな。なんか、ああ、消えた消えた。あれ？なんだろう？ LINE 起動すると音楽消えんな。いやー、なんか俺が滑ったみたいになるの嫌なんだよね。わかったでしょ、コトさん。パフェありがとう。そう。で、ドレさんね。あれが面白いと思ってて、なんか、お前切り方下手だなとか、ワドを突つ下手だよねみたいなこと言ってくんの。お前が下手なんだよっていう。お前が下手なんだよって。話広げ方も下手だし、なんか突っ込むところも下手だし、切り方もグダグダだし、お前のせいで毎回俺が滑ってんだわっていう。そう。マジでね、ニコ生でね、半年ぐらい修行した方がいいよ、ドレさん。マジで。マジでね、こう絶対閲覧上がらないよ。ニコ生そんな甘くないから。
エクセルの話はみんなが聞きたいところじゃんね。ダメだな、ほんと。ベコボコランド、ありがとう。メガホン10個。もらい事故って、ありがとう。塗り絵ありがとう。まあ、可愛いんだけどね。そこがチャーミングなところなんだけどね。でもね、脳みそ溶けてると思うよ、ドルさんは。ああ、たくみさんはコツ。手前にある、これバッテリー、バッテリー、バッテリー。今日、戦争が起こるから、バッテリーを充電しないといけない。まだありがとう、たくみさん。突してきた人が切っちゃダメ、受けた人がきっかけの、そうなの、そうなの。そうなんだよ。ノウハウがあんの、もう。テンプレートがあるの、ちゃんと。そう。言わせねえよっていう、そう。しかもそれは救いでもあるのよ。この先の展開、ぐだるな、盛り上がらないなってところでやるから面白いのにね。いろいろあるんだよ。でもさ、マジでどうする？今回の件。今回の件、マジでどうする？本当に。いや、もうちょっと話元に戻すけど、許せないよな。許せねえよな。本当に。鮫島さんからアドバイス欲しいんだけど、鮫島さんと連絡つかねえかんな。俺結構ね、ガチだね。今来たけど何があったんですか？簡単に言うよ。ディティール全部省いて言うと、知り合いのホームレスが水鉄砲で最近夜中襲撃されてんの。水鉄砲でガキになんかこう撃たれてんの。で、知り合いの配信者が目の前でホームレスで住んでるんだけど、悔しいと。だから力貸してくれって言われてて、で、説教しに行くっていう。今夜説教しに行く。そういう流れ。そういう流れです。もっと長く、いくらでも長く話せるんだけど。要は新宿で水鉄砲戦争が起こるんですよ、今日。水鉄砲をめぐる壮絶な戦いが始まるの。行く気はないよね。まあ、とりあえず石野に状況聞こうよ。石野が撃たれたんじゃないの。有田さんが撃たれたの。有田さんっていうのはホームレスね。世話になってる。台本ない。台本打ち嫌い。頑張ります。いい活動っていうか、許せねえよっていう、もうそのままだよ。こんばんは、のっち。水鉄砲で応戦するんじゃなくて、もうとっ捕まえて、まあ、あんまりにも未成年とかだったら放送とか顔さらさないけど、ちょっと声で聞かせてっつって説教して、なんでこんなことやったのっつって、 MC 花火ありがとうにゃん、ありがとう。そう、まあ、とりあえず説教はして、ね、あんまりにも反省しなかったら警察突き出すっていうのが今のテンプレ。いや、半グレが水鉄砲撃つか？なあ、冷静に考えろよ。もうバリバリの半グレでさ、もうタトゥー入りまくってナイフ持ってるやつが、ホームレス水鉄砲で撃つか？それ、半グレの中で仲間外れにされるぞ。半グレがやる行動じゃないでしょ。わかんないの。ガキが何歳ぐらいか。で、まあ、もしよかったら、今日、人数、やっぱりもしかしたら暴力的なやつかもしれないから、5、6人欲しいっていうことで、今、なんつうの、仲間を募集してる。リスナーさんでもいいし、配信者でも、別にカメラ回しても構わないから、ちょっと手伝ってくんね、みたいな。俺の考えに乗っかってくれる人がいたら。小学生だったら、まあ、笑うよね。小学生だったらオチは最高だと思うよ。あ、テル来てよ、テル。っていうか、お前強えな、お前の友達。テルやったよ、とっちゃん。アクアさん、ありがとう。アクアさん、お花見ありがとうにゃん。ありがとうございます、アクアさん。ありがとうございます。有田さんにね、お酒大好きだからお酒とタバコ買ってくわ、有田さんに。ありがとうございます、アクアさん。渡します。サメちゃんに言ったらミリタリーガン持つ装備逆襲行くぞってある。いや、一応ミリタリー持ってんだからもう撃っちゃえよっていうのもあったんだけど、俺はジョーズのサブリーダーだから、鮫島さんが撃つなって言ったらもう俺は撃たないって決めてて、ただ鮫島さんがワードチームジョーズ行けって言ったら俺は撃つよ。そう、俺は撃つよ。関係ねえよ。関係ねえよ。関係ねえよ。あれやばいね。めちゃめちゃ強かった、とっちゃん。気をつけてね、ペコボコランド。ありがとう、風船ありがとう。だから、鮫島さんにちょっとアドバイスはもらおうとは思ったけどね。鮫島さんだったらどうしますか、こういう時っていう。
まあ、小学生だったらさすがにもう帰れ、やるなよっつって。やったらお前今度、とっちめっかんなっつって、もう脅して終わりだけど。まあさすがにね、まあ鮫島さんに、鮫島さんだったらどうしますっていうのは聞きたかったんだよね。まあでもさ、俺は正直言うと、その水鉄砲でやられたんだから水鉄砲で返せって。要は犯罪されたら犯罪で返していいっていうのは間違ってると思うから、まあ、説教はするよ。言いたいことは言うよ。言論の自由あるから。お前ふざけんなよ、クソガキっつって。なんでこんなことやったんだよって、とことん言うけど、あんまりそういうなんか、実害で返すっていうのは好きじゃないね。夜中の1時から朝まで張り込む。4時間。夜中の1時から朝5時まで今日は張り込む。まあ、これで暴力沙汰を起こしてね、捨て頃出れないとか、便所さんに迷惑かけるかもしんないし、俺、ポディ、ねえ、サブリーダーだし、周りに迷惑かけるから。寒いよ。だから北海道支給するよ、みんなに。あれか、テル今大阪とかにいるんだっけ？地方にいるんだよな、確か。テルが東京にいたら心強かったのにな。小さいおじさんとかだったらどうする？いや、だからそれはそれで面白いでしょ。 それはそれで面白いでしょ。ありがとう、ナイトさん。パフェ3つありがとう、にゃん。ありがとうございます。でもさ、やっていいこととやっていけないことで言ったら、やっちゃいけないことだと思うよ、これは。北海道とコーヒーぐらいは支給しようか。いや、俺も結構金ねえんだよ、今。そう。だって池袋のさ、昨日のスパーリング駐車場代4000円だぜ。もう考えられねえわ。だってさ、家賃とか光熱費とかでさ、1日3000円は飛ぶじゃん。で、食費1000円だとして、のんちゃんと俺で2000円は使うじゃん。で、5000円でしょ。で、これで駐車場代4000円っつったら、稼ぎよりも上に行って赤字だぜ。いや、まあ東京はしょうがないんだよ。原始人さんね、簡単に言うと、知り合いのホームレスが水鉄砲で最近撃たれてるの。だから助けに行こうと思ってて、ガキをとっ捕まえようと思ってる。私人逮捕現行犯に限る。オッケー。司法警察への引き渡しが遅れてしまうと逮捕監禁罪に問われる。だから俺がもし捕まえたら、みんな警察呼んでよ。捕まえたら、捕まえたら警察呼んで。オッケーオッケー、バレーによろしく。終電で来てよ。終電で。都心は電車で移動の方が安上がりだけどね。まあ荷物とかもあるしさ、のんちゃんほら、車移動だからさ。ああ、そうだったんだ。1800円とかだったんだ。まあ、しょうがねえな、ちょっと。初めて行く場所だったし。さ、ドレさん、普通にこっちでコメント書いて。なんかね、ドレさんがね、最近大手ぶってね、なんか、俺はもう、コメント書けないんだよ、みたいなこと言い始めて。なんか、俺がコメント書くと流れ持ってかれちゃうからとか言うんだけど、俺別にそういうの気にしてねえから、LINE でピコピココメント書かれる方が困るから、普通にコメント書いて、どれさん。そういうなんか、俺はもうコメント書けなくなったみたいな大手アピいらないから、ここは普通にやって、別に。俺別に一リスナーとして扱うから、痛いよ、どれさん。正直。なんかね、俺はもうコメント書くとその場が荒れちゃうからかわいそうなんだよとか言って。もう恥ずかしいよ、ドレさん。痛いやつだよ、本当に。なんかずーっとコメント書いてんの。言うほど大手じゃないし、言うほど知名度ないかんね。なんなら。なんなら言うほど知名度ないから。もうね、完全に井の中の蛙だかんね、ドレさん。だからピコンピコンうるせえ、コメント書けっつってんだよ。流れ、話の腰折ってごめんねって減らっちゃったよ。まだごめんねって。流れの腰落ちちゃってごめんねって。コメントで言えや。そういうとこだよ。そういうとこだよ、アンチが怒ってるのは。それをど、あの便所太郎さんは天狗だっつってんだよ。まだ分かってねえみたいだな。もう誰かが言わないといけないから俺が言うわ。ドレさん、そういうとこだよ。ドレさん、そういう、なんか、そういうとこだと思うよ。なあ、みんな。キャスしてごらん、相手にされないと思うよ、ドルさん。いや、ニコ生の方が相手にされないと思う。まあ、ふわっちで実績あるのは事実だからね。まあ、面白いよ、あの人は。ただ、受けるか受けないかで言ったら、キャスでも受けないし、ニコ生でも絶対受けないと思う。いや、もうドルさんも来て、じゃあ。
そう、ドレさんも来なさいよ。うん、期待してるよ、詩人逮捕。まあ、もしよかったらみんな今日の流れ追っかけるだけでもフォローしてくれると嬉しいんで、フォローよろしくお願いします。今日の夜中の1時からリアル逮捕劇になると思うんで、もしよかったらフォローしてください。応援してください。で、まあ、普段の配信つまんなかったらフォロー外すでいいからさ、今日だけはフォローしてやるわ、みたいな感じで。うん。なんなんだよ、だからもうピコンピコンうるせえよ、どれ。うん。こっちは配信中なんだよ。うるせえよ。あ、ごめん、フォローだった。フォローありがとう。うん。まあ、でもね、いつ来るかわかんないからね。うん。はい、ありがとう。花火ありがとうございます。ランハゲさんの枠にも1時間電話してた。ちょっと長かった。邪魔。ほら、クレーム来てる。あのね、まずね、じゃあね、ドルさんにレクチャーしてあげるね。あのね、もうこれ、配信長い人だったらみんな知ってることなんだけど、凸は5分って決まってるの。これみんなそうだよね。フォローありがとう。凸5分っていうのは暗黙の了解で、大手配信者だったり中堅配信者は絶対守るの。凸は5分で要約するの。で、さらにリスナーが聞かせろ、聞かせろ。あ、鮫島さんだ。新しい展開だ。あ、リーダー、すいません、お忙しいところ。ごめんなさい。多分小島君にね、はい。病原菌移された。え？熱が上がって熱が止まんないんすか？熱が今、わかんない。薬飲んだけど、8度5超えてたね。8度5分超えてる。ね、多分小島君に病原菌移されたね。マジですか？大丈夫ですか？やばい、頭が痛い。え、あのさ、今、薬飲んで落ち着いたけど。あ、よかった。すいません、頭痛いところ電話かけちゃっ大丈夫、て。大丈夫、どうしたの？今、配信中なんですけど、僕、石野っていう知り合いのホームレスの配信者がいるんですよ、付き合いながら。浅井さんと喧嘩した人。そうです、そうです。で、彼ホームレスなんですよ、今。で、知り合いのホームレス、僕も知ってるホームレスにこうお世話になってて、まあ、ホームレス生活してるんですけど、最近悪ガキが夜中にですよ、水鉄砲で襲撃しに来るらしいっすよ。で、石野は自分の部屋にこもって怖くて隠れてたんですよ。で、まあ、男として悔しいじゃないですか、その世話になってる人とか。そうね。で、彼は悔しくなって自分を変えたくて、アマゾンで催涙スプレーを買ったんですよ。で、ポケットに入れていつかやってやろうと思ってたんですけど、そしたら警察に逮捕されちゃって、その催涙スプレー没収されちゃったと。でも悔しくて死にてえって言ってるんですよ。ね、一言で解決する。なんすか？仕事して家契約すれば解決じゃない？彼が悩んでるのそこじゃないんですよ。もう絶対に働かないって言ってて。で、いや、絶対働かないじゃなくて、はい。ね、ホームレス襲撃されてんでしょ？はい。ね、悔しいんでしょ？はい。だから家契約すればいいじゃん、仕事して。え、あ、あ、あの、彼が襲撃されたんじゃないですよ。世話になってる人が襲撃されてるんですよ。あ、え、だってしょうがないよ、それは。しょうがない。だってしょうがないじゃん、そんなの。そうです。俺だって子供の頃そういうのやったし、はい。あ、別、あ、なるほど。やったって悪いことだけどね。はい。悪いことだけど、やっぱそういう人間に対して、はい。そう思うのはもう子供はしょうがないじゃん。そうですね。思っても。はい。で、マジでね、そんなんで催涙スプレー持ちましたって。いや。お前、痴漢に遭ってる女子高生じゃないんだから。はい。だったら働くなりさ、な、はい。ねえ、はい。ちゃんとすればいいんじゃないの？なるほど。わかりましそた。れに対して、だって、はい。ねはえ、い。頭にくるでしょって言われても、いや、まあ、ホームレスの言うことだからね。そうですね。家ない人嫌いなの忘れてました、僕、鮫島さん言えが。ない時点でさ、ちょっとないから、そうですよね。それ俺はまあ水鉄砲をかけ、いいんじゃない？そうですよね。世の中で一だっ番て嫌い火な、つけられるよりいいじゃん。世の中で一番嫌いな人、家ない人ですもんね、鮫島さん。やっぱだって普通に考えたら異常じゃん。ああ。子供たちがそれをやるのもさ、はい。まあ悪いことだけど納得できるよ。ああ、気持ちはわかると。なるほ悪ガキを注意する前に、その家がないおじさんたちに注意しないとダメだと思うよ。ど。なるほど。君たちがね、はい。家がないからこういうことになるんだよと。君たちが悪いんだよっていう。
いや、もちろんいけないことよ、いけないことなんだけど、あ別にね、サラリーマンとかに水かけてるわけじゃないんだから、あ。ああ。ああ。しょうがなくないかな。なるほどですね。あ、うん。参考になりました。ちょっとはい、相談したはい、くごめんて。なさい。すいませんでした。小島くんにね、病原菌移されてね、はい。僕は非常に辛いです。はい。ああ、ダメだな、小島くん立ってから具合悪いんだよ病院行った方がいいですよ。病院行かないですな。いや、か？もう、とりあえず今日一日寝て、今薬飲んでだいぶ楽になったけど、はい。やばかった、本当に。はい。8度5分あ結構れ、重いっすよ。多分8度以上は出てた。マジっすか？今はもう7度台になってるけど。よかったよかった。治りかけっすまあ、あね。と2日ぐらい薬飲めば落ち着くよ。はいや、貧乏人のウイルスって強えなと思いましたよ。い。まあ、カメ食う男ですからね。いや、もうあれは異常だよ、あいつが。はい。あ、あ、ごめんね。小島はグランい。プリの動画見ました。めちゃくちゃ強かったっすあ、見よ。てない。乱れなかった。マジっずっとすか？寝てた。あれですよ。1ゲームで3キルぐらいしてますよ。あ、そうなんだ。めちゃくでちゃもあ優いつあ秀っれじす。ゃん。はい。復活戦と勘違いして、なんかあいつ復活してたじゃん。あ、そうです、そうです。怒られてましたね。なんか、いや、復活戦じゃないよとか言われ、殲滅はい。戦だよとか言われそて。う、怒られてました。あいつ何気にやるんだ。そうですね。アタッカーとしては優秀っすね。まあ、いきなり来られたらビビるもんね。はい。動きも良確かっかに。たっすよ。あ、ほんと？後ろじゃあ、取り後まで。くってました。はい。あ、ほんと？はい。まあ、なかなか楽しかったよね。楽しかったっす、楽しかったっす。次、また、あれですよね。また、そうだね。またはい。次ね。はい。連絡します。はい。よろしくお願いしごまめんなす。さい。はい、失礼しまーす。失礼します。なるほど。ホームレスが悪いと。おー。なるほど。あーね。この電話は、動画の時にはカットしましょう。ちょっと。匠さんにお願いして、この電話都合が悪いんで、編集します。そうだね。マジレスで返されちゃったから。いや、マジレスでしょ。まさかの。忘れてたわ。マジレスで返されるとは思わなかったから。わかる？ほら、5分で、やっぱりまとめるでしょ。5分でまとめるし、面白い展開作るでしょ。プップクプー、こういうことだよ。プップクプー。勉強になったでしょ。わかる？綺麗にまとめて、なんつうの、新しい話題を持っていって、わかる？これがプロなんだよ。これが配信者なんだよ。雑談配信者の伝達っていうのはこういうもんなんだよ。5分でリスナーを盛り上げるんだよ。そう。ドレさんとレベルが全然違うのわかるでしょ？そう。いやね、ドレさんは今の凸とかいろんな凸を勉強した方がいいよ。で、さらに広がる展開っていうのが面白いパターンなんだけど、そんなパターンないから大体5分でまとめるんだよ。そう、腑に落ちたりとか説得力があったりとか、あーってこう、配信をやっぱ、配信に一石投じて帰っていくんだよね。綺麗に。病気だから乗れないんじゃない？元気だったら俺も行こうかなってなってたかも。あー、なるほど。なるほど。まあそういうのもあるよね。まあでも、まあ、今回は、俺は、水鉄砲の方。だから、水鉄砲の方がそういうことを言ってくる可能性はあるよね。ドレさんは？なんであんなに勘違いしてらっしゃるんでしょう？プップクプーだからだよ。プップクプーだからだよ。いや、別にドレさん悪い人じゃないんだよ。ただね、被害妄想と、なんつうの、俺は大手だとかさ、俺は女にモテるとか、要は妄想系が強いくて、人から誤解を受けてるだけだと思ってる。本当に被害妄想と、なんつうの、俺はすげえアピールの、この二つが問題になってるんだよ。まあいいんだよ。配信でそれでみんな面白いんだから。俺も含めて配信者なんかみんなのおもちゃなんでしょ、どうせ。サメちゃんは5分で20円で済ます電話で力つけた。ああ、なるほどね。できるやつは完結。まあ仕事もそうだよね。家がない当たり前だよね、つって。ダメよ。今の流れは、そっちの方に持ってくと、お蔵入り。いや、別にいいんだよ。じゃあ、だって、そういう流れになるんだったら、いや、ホームレスが悪いよねっていうんだ。俺は別にホームレス悪いと思ってないけどね。ドルさん、減らってる女の子っぽいする、凸するんだよね。聞いてみたいな。いや、さっきかけてきたな。さっきかけてきたよ。大変だった。そう、メンヘラなんだよ、やっぱり。ドルさんね、メンヘラですよ。乙女ですよ、乙女。っていうか、石野が連絡取れねえな。
石野いつ来るんだろう。配信は面白いよ。うん。ただ、その、絡みが下手。台本？台本って何？まあ、自分がホームレスの立場だったら感じだね。っていうか、俺、違うんだよ。なんで俺がホームレス側に肩入れしちゃうかっていうと、俺、ホームレス3回なったことあるからなんだよ。で、生活保護にもなってるから、その、気持ちがわかるんだよ、彼らの。うん。そう。で、まあ、もしそういう時にされたらムカつくなっていうのが俺のポジションだね。うん、だからその知り合いだし、まあ、で有田さんは、うん、ホームレスはまあバカにされてるけど実害を与えるなよっていう、そのもうひっそり生きてるんだから。そのじゃあホームレスが水をかけましたっていう事件だったら俺はホームレス怒るよ。てめえふざけんなよって、何やってんだてめえって言うよ。逆だったらホームレスが一般人に水かけてる事件になってるだったらホームレスに注意しに行こうっていう風にするよ俺だったら。だけどさ、有田さんは別に水誰かにかけるような人じゃないんだよ。ノレさん天然だね。うん、でしょ。だからさ、完璧に被害を被ってる状態だから、あ、いくらなんでも、ちょっとなーっていうのあるよな。悲しいよね。そう。弱い者いじめも嫌いだしさ、コトさんの言う通りで。なんか、俺本当にかっこよくて強いやつって、女の人を守ったり、立場の弱い人を守るために戦う人が好きなの。なんか、その、強い、なんか、その力つけて俺強いアピールしてる人で、弱い者しか相手にしないやつっているじゃん。そう、一番恥ずかしいことだと思ってて、だから捨て頃とかでも俺そのスパーリングとかでも強い人とやりたいの。弱いけど俺は、そう、なんか弱い人とやってさ、なんか俺強えだろアピールする人って本当恥ずかしい人だと思ってる。大人としてかっこ悪い。まあ過激化するのも抑えたいしね。もうだって何回もされてるって言ってたよ。何回も何回も襲撃されててって、まあ結構ないわと思ってる。かわいそうだよな。うん、強い人とやると練習になる。間違いない、間違いない、間違いないっすね。間違いないっす。ごめん、バンさんが何の話をしてるのか主語がないと分かんないから、何の話をしてるか教えて。誰に指名されたって何の話してんの。ん？指名？ああ、捨て頃の話か。便所さんが昨日教えてくれてて、多分その話だと思うけど、なんか便所さんに昨日言われたんだけど、和道と戦いてって言ってるやついるぞっつって。でもさ、これ多分俺出れそうな気がしてきたんだけど。だって俺のことを指名してくる選手もいれば、 PV に俺が映ってるって結構内定状態じゃない？俺出れるんじゃないの？それだよね。ごめんごめん。俺が、ほら、アスペだからさ、文字の文脈、主語がないと分かんないのね。いや、今分かったわ。強い人イコール指導者とは言わないけど、なんかその力を何のために身につけたのかっていう動機は忘れないでほしいっていうか、なんか、その、俺杖自慢するために強くなるのは別に強い人間だと思わないかな、俺は。少なくとも、ついていこうっていう風にはならないね。うん、かっこいいとも思うね。尊敬できないね。なんかひたむきに強さを追っかけてたりとか、弱い人守りたいんだよって言ってニコニコしてる強い人が俺は好き。それがかっこいい。そうそう、コメントでね、みんな読んでもらいたいからね、パッパパッパ短い文章で書こうとするんだけど、全然長い文章読めるからね。紛争が起こってるとこでは政府軍が一般市民にゲリラいるって勘違いして処刑してるもんね。強者が弱者をいたぶっちゃダメ。ダメでしょ。捨て頃は当確。今のところそんな感じするよね。わかんないけどね。蓋開けてみないと。なんか、でも、なんか本戦出れそうな予感はする。
昨日なんかどれ、あの、べ、俺は自覚ないんだけど、便所さんに言われたもん、なんかお前、セゴロワンの時よりなんか知んないけど強くなってね、みたいな。だから配信にも同じことが言えて、俺、過疎の生主に対して誹謗中傷って実はやってないの分かる？俺、すっげえ気をつけてて、集客力も暴力になりうるっていうのをよく分かってるから、俺、もうずーっと昔から気をつけてることがあって、自分より閲覧の下の人はディスらないって決めてんの。で、ディスをするときはリスペクトを持ってやれるように、自分より上の人しかディスらないんだよ。これあるでしょ。俺、自分より下の人ディスったことないと思うよ。俺、予選ないよ。予選があるのは、達彦とアメリカ人。そうなんだよね。いや、それそうでしょ。だってさ、俺ね、それなんで、誰とは言わないけど、ね、マスクかぶってる人たちに結構やられたことがあって、マスクかぶってる人たちのリスナーに結構それをやられたことがあって、なんとか元くんとかさ、なんとか総理とかさ、そう。あの一派に結構コテンパンにやられたから、で、いじめられたから、だからね、ああ、これひどいなと思って、これいじめだなと思って、だからやめようと思って。あと、そう、自分の中で決めてるのは、どんなに過疎でもコラボは絶対、するっていうのはずっと続けてる、ふわっち来てから。だから、どんなに名前がなくても、リスナーさんがいなくても、コラボしたいって言われたら、その人のキャラが生きるようにコラボをしようっていうのがある。そうなんだよね。いや、水鉄砲、ね、じゃあね、怪我がないんだから何やってもいいじゃんなんて思うか。思わないくね？怪我がねえんだから何やってもいいでしょう。相手ホームレスよって。それって日本じゃなくね？って思うんだけど。それって日本じゃないよ。じゃあさ、みんながさ、街歩いててね、水ぶっかけられたらやっぱ気分悪いでしょ？水鉄砲で撃たれたら。ホームレスだからいいんだよって、そんな日本を俺悲しいと思うよ。俺はそれはすげえ悲しい。いや、行動するきっかけはだから石野が助けてくれっつうか、力貸してくれって言ったのがでかいよね。あいつから何かをお願いされたりとか、力貸してくれなんて頼ってくれとは言ってんのに、一回も頼ってくんなかったから、だからまあ、ああ、俺は動くよっつう。石野に声かけられたら動くっしょ。大好きなもん、あいつのこと。あとやりすぎないようにね、見張らないといけないなと思ってるから。あと一人ぐらい配信者とリスナーさん、一人ぐらい来てくれると安心なんだけどな。いや、頼むのもね、偉いと思うよ。俺一人じゃどうにもなんねえから、力貸してくれって。いや、違うよ。水たまりはさ、ほら、車不注意の場合があるじゃん。だから水鉄砲は故意だもん。銃口向けてんだもん。明らかに、自ら撃とうっていう意思があるじゃん。ああ、真島さんお疲れ様です。風船100個もありがとうございます。車の場合はさ、ほら、雨の日で、不注意でとか、要は、注意してなくて、なんつうの、バーってかかっちゃうパターンだ。それでも嫌な気分なのに、いきなり銃口を向けられてさ、水でブーってやれたら、腹立つよね。そう。いや、あの石のがってなるでしょ、ワイヤーで。そう。だから今、多分、こっち、家に向かってるはずなんだよね。それでミーティング開始するから。いや、石野は持ってるよ。閲覧少なかったんだけどね。こんばんは、さくらさん。お疲れ様です。楽しんでってください。まあ、悔しかっただろうな。いや、寝れねえっしょ、男として。悔しいっしょ。なこのまま泣き寝入りすることも可能かもしんないし、ほっとくことも可能だけど、なんか嫌だよね。毎日来るわけじゃないんだよね。それが日曜日の、要は月曜日でしょ、明け方じゃん。の夜中から、要は3時とかに来るんだって。だから1時に集合して、もう朝5時まで張り込もうと思ってる。で、来ない可能性もあるから。でも、俺は大事なのは行動することだと思ってんの。
行動することが一番大事だと思ってるから。いや、わかんねえ。何歳ぐらいかもわかんねえ。だそれもちゃんと、その、被害に遭った人に聞きに行く。いくつぐらいなんだろうね。小学生ではないだろうね、時間帯的に。っていうか、東京の小学生って混ぜてるから、そういうことやらないと思うんだよね。多分、大学生だと思うんだよ、俺の予想。パリピがそういうことやるんだよね、田舎から来た。東京の子はね、結構ね、仏みたいになってるよ。俺、びっくりしたんだよ。思って、あ、俺ね、麻布十番で、麻布十番のランドセル背負ってるさ、なんか学ラン着てる小学生いるじゃん。帽子かぶってる。なんかすげえ難しい本読んでんの。絵本じゃないの。小学2年生とかちっこいのが、なんか経済学の本とか読んでんの。びっくりするよね。お、びっくりするんだよ。なんか、稲森和夫、生き方とか読んでんの。みたいな。小学2年生が生き方読んでるよ、みたいな。これマジだよ。麻布十番の子供賢いと思ったもん。大学生だと思うんだけどね。OK、スリさん。OK っす。ドッキリかなと思ったけど、結構そこ、麻布十番界隈、バス乗ることが多くて、バスの朝方の小学生、毎回本読んでたよ。神さん、風船ありがとう。ありがとうございます。まあ、無関心でしょ。それよりも日本を良くして、僕たちが日本を変えるんだ。僕は官僚になるんだ。みたいな。賢でした。官僚になって、ホームレスのいない社会を作るんだぜ。みたいな。頭いいわ。みたいな。キリッとしてる。桜さん、メガホンありがとう。生き方経営の本じゃないんだよ。ことさん。ああ、恥ずかしい。ことさん、生き方読んでないでしょ。経営の本じゃないよ、あれ。もう人生哲学の方が。比重が高い。どちらかっていうとね、なんか仏教的な本だったよ。なんか、本当に経営、まあ、稲森和夫は経営者だから、経営本だと思われがちだけど、経営本じゃないんだよ、あれ。中身全然違う。俺も買って面食らったもん。一生まだ来ないね。OK、OK、ワイヤーで。一生に電話しようか。なんで出ねえんだ。浅井さんと俺喧嘩してるんだよね、今。浅井さんと割れちゃったんだよね。浅井さんと付き合いないわ、今。浅井さんと喧嘩した。オフパコ中なのかな。何やってんだろう。浅井さんと喧嘩しちゃったんだよね。でもなんかのんちゃん曰く、和道さん寝てたけど、和道さんって叫んでたよ、浅井さんって言ってたけどね、家には来てるらしいんだけど、すれ違ってるね。で、浅井さんから急に電話かかってきて、要は浅井さん、要は和道さんの YouTube に私の動画が出てると。いや、出てますと。で、それは私の権利だって言われて、いやいやいや、浅井さんって言って、その、要は、動画を消せって言うんだけど、待ってねって。浅井さん、動画が回ってる前提でお付き合いしてるでしょって。で、毎回許可取ってたじゃんっていう話になって、でもなんか私は日本人類の食生活を正すんだとかなって、でいやそれじゃお付き合いできないよってなって、でトップ要はね、浅井さん SEO とかよく分かってないんだよ、概念が、放送とかインターネットの仕組みとかが。でまあとにかくそのまあ動画を消せっていうことになって、じゃあ消すんだったら消してもいいけど、俺浅井さんとそうしたらお付き合いしづらくなるよっつったら、それはこっちのセリフだとか言って、発狂しちゃって、
じゃあ動画、トップページから消すよっつって、そう、それから会ってない、うん、高級ステーキ食べてんのかな、どうなんだろう。そう、いや、浅井さんがやるっていうことも協力したけど、そのカメラを回してそれで飯食ってるし、その俺が喋ってる動画もあるわけだからっつって、そう、だからちゃんと許可も毎回取ってたし、それでその浅井さんの都合で編集って大変なんだよっつって、何時間もかかるんだよっつって、それはできないよっつって、まあ結局消したんだけど、そうっていう感じだね。いや違うんだよ、浅井さんはいろいろ考えてんの。浅井さんは結構そういうのがあって、要はその今は食べ物を変えるんだとか、カラオケで歌で世界を救うんだってなったら歌しかあげたくないし、カラオケだからハマってるものしかあげたくないのよ。だけど それは自分のチャンネルでやってよって話しちゃう。そうで俺はしかもね、違うんだよ、元々のことを言うと、あの浅井さんの YouTube におすすめチャンネルって言って、今 YouTube のチャンネルって Google が勝手に関連性の高いチャンネルをリンクを貼るのよ。見たことあるでしょ、 YouTube のチャンネルに横の方にさ、関連チャンネルってバーって出てくるでしょ。要はその似たような動画上げてる人とか関連してそうな人とか、例えばホリエモンのチャンネルだったらひろゆきのチャンネルとかリンクされたりするんだけど、それを文句言ってたので、それは俺コントロールできないよってずっと説明してたんだよ。もともとは動画のことじゃなくてリンクのことを言ってたの。そうで、それはしょうがないよって、だって浅井さん何回もコラボしてるし、俺のリスナーと浅井さんのリスナー被ってるんだからしょうがないじゃんっていくら説明してもわかんないのよ。いや俺がやってると思ってて、うん、あ、ちょっと待って、石野来るって、石野来るって、あ、ジャニーさんこんばんは。夜中和道くんを見ていたのですが、和道さんの LINE がわからないって叫んでました。あ、今連絡取ってますよ、連絡取ってます、ありがとう、大丈夫ですよ。今石野と、石野から連絡来ました。ジャニーさんありがとうね、わざわざ。今から石野この家に、あ、ねえねえねえ、石何作ってる？そば。そば、何かあげてんの？茄子と、うん、舞茸。あ、それさ、あの賞味期限切れてない方、舞茸、うん、切れてる方、元気？あ、じゃあそれ一緒に食べさせてあげよう。うん。石野の分も茹でてくれると嬉しい。ありがとね、のんちゃん。うん。いや、石野くるくるくる。で、ここでミーティングして、で、有田さんのところに向かうっていう予定。ねえ、この中で配信者さんでさ、あの、来たい人いる？リスナーさんでも配信者さんでもいいから、あの、夜中の1時集まれる人いたら連絡ちょうだいね。あの、ここにテロップに書いてあるけど、あ、連絡ください。あの、普通に LINE は公開してるんで、あの、来れない人でも LINE 繋がっていいですか？申請飛ばしてください。LINE は。タイムラインとか限定の情報とか出してるんで。で、もしよかったらなんだけど、ふわっちのリスナーなのか配信者の、コテハンを教えてください。誰が誰だかわかんないんで。コテハン、何々でーすって。LINE 申請する人は、それ、お願いします。結構本名の人とか別の名前の人がいっぱいいてさ、あの誰が誰だか分かんなくなっちゃって困ってるんだ。ワイルドクソジジイいらっしゃい。いや、ワイルドクソジジイのおかげでインローめちゃめちゃ褒められてるよ。ありがとね、本当に感謝してる。
結構動画上げてるよ、ワイルドクソジジイ。もう印籠バチバチ入るよ。ジジイのおかげだよ。ジジイの技は俺受け継いでるからね。まあ、ジジイからしたらさ、全然まだなってないよってね。何さんだっけ？緑さんのね、蹴りみたいにはならないけど、ジジイみたいには打てないけど、コンパクトな印籠を使えてるよ。ありがとね。未だに役に立ってる。あれ、あの技は本当、ワイルドクソジジイから教わったの。印籠をよく蹴るでしょ。あれ、今回も、何分後？わかんない。多分30分ぐらいで来ると思うよ。ワイルドクソ GG に技を教えてもらって、それが未だに生きてるからね。いや、助かったよ、本当に。いや、もともとね、ヒカルくんのリスナーで、旅配信やってヒカルくんの家にお世話になってる時に、今、キャプルよ。今、キャプル。すげえいい技を教えてもらって、ワイルドクソ GG の印籠をね、未だに使えてるんだよね。まだまだだけど、ジジイから教えてもらった技をね、未だに使えてますよ、僕は。キャプローか。石のね、腹減ってないって。じゃあ俺の分だけでいいや。のんちゃんと俺の分。昨日のスパーリング、ちょっと見て、1試合、2試合あるかな。俺とアメリカ人がやったのと、とっちゃんと俺がやったのあるから。あれ、どこら辺だ？この前かな。この辺かな。ここだ。その気配が多いと。いや、もちろん物陰に隠れるよ、俺らは。印籠使えるんだよな、本当に。印籠マジ優秀。奇襲攻撃に使えるんだ。ちょっと待ってね、重たいね、YouTube。もしよかったら俺の YouTube に動画上がってるからね。画質がいいよね、やっぱりね。これもインローダー。俺のチャンネルにあるよ。俺のチャンネルにある。動画上がってる。もしくはね、ツイッターから飛べるんで、ザネスさん。ツイッターがいいかもしんない。ツイッターの方が行きやすいと思う、この動画は。リアドツもうやめてるよ。僕32歳です。今のがインローね。やめたっつってんじゃん。うぜえな、こいつ。人の話聞いてないの？いや、印籠はね、足払いに近いかもしれない、俺の使い方としては。相手の体勢崩すために使ってるの。
なるほど。言ってましたよね、パンチも仕掛けてきた時にインローで潰すっていう。それも今度やってみますね。アメリカ人右フック重かったね。事件はね、今から石野が来るからね、石野が来たら解説するよ。アメリカ人強かったよっていうのと、この人とやったのとっちゃんっていう人、この人強かった、めちゃめちゃ。あんとっちゃん格闘技やね。スイッチスイッチ。とっちゃんの声援がすごいですね。とっちゃん。そうだ、力が入らない。テルジャンピン友達。あ、ありがとうございました。ぜひぜひフォローしてください。さくらさん、よろしくお願いします。 TK さんとはやってないね、俺。結構ね、俺がいいんじゃない。 TK さんとはやらなかった。ちょっとマススパなのにかな、ガチスパしてきたから半分ぐらいでちょっとやって。あ、フォローありがとうございます。フワッチフォローありがとう。青のパンチが取っちゃった。ガストゲートすごい、僕とかよりも全然長い方なんで。うわー、これうまいわ。これこの前習ったやつだね。これ取っちゃうまいな。マスコだよ。当て系うまい。予想じゃない、これ大丈夫。うまい、頑張ります。ありがとうございます、さくらさん。あなた、かぶって、かぶって、かぶって、タイソン、タイソン。タイソンイメージして、かぶって、かぶしたらまた恒例のローブローが。ローブロー。切ってたのが、毎回ある。うわ、ナイスロー、痛いね、今。はい、若津優の和瀬さん。さくらさん、風船ありがとう。決まってはいないけど、ベンゾさんはとっちゃん捨て頃出たいって聞いてたね。とっちゃん体重聞かせて出る気はあるのって。その先の展開わかんないな。もう癖見抜きました。撃て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 。まあこんな感じでしたね、昨日の練習は。
昨日の練習はこんな感じだった。全然わかんねえな。ワイルドクソ G 分析力が半端じゃねえかんな。すぐ見抜くからな。あーもう全身筋肉痛だよ。モモちゃんはちょろっと映ってたかな。モモちゃんは、体一体。おー、ガチ勢に揉まれてきたよ。ガチ勢にめっちゃきつかったわ。体痛えな。捨て頃は来年の6月かな。チケット配信好きは絶対チケット買った方がいいよ。前回超満員でチケット買えない買えない騒ぎになってたぐらいだから、もう絶対こうなると思ってた。今回もまあ売れるだろうね。300席しかないから、まあソールドアウト満席だと思うよ。もう会場に来た人はクレーム一切ないね。みんな来てよかったって言ってた。超楽しかったって。絶対来た方がいいですよ。まああれくらいだったかな。あれくらいの広さだったよ。ステゴロのリングも、セコノもあれくらいの広さだった。たっぷり気がありますね今回は。早くて6月、遅くて10月って言ってたから、だから1年後とか半年後か、まあ最低でも7ヶ月はある、半年はある。うん、めちゃくちゃもうすごかったよ。大声援、超満員大声援。うん、そしてドルさんはライターのグッズが3個しか売れなかったっていう大事件。どれの深夜食堂グッズが売れない。なんかね、手ぬぐい、ライター、ステッカー4種類みたいな、なんか30万ぐらいかけてガンガンにグッズを売れると思って、うん、全然売れなかったっていう悲しい事件が起こったんだよ。笑うよね。もう3個売れたのが奇跡だと思ってるけど、俺はステッカーだいぶ売れたんで、もう本当に万々歳ですよ。ありがとうございます。買ってくれた皆さんありがとうございます。和道ステッカー嬉しかったです。すごかったよね。いや、リスナーさんからすげえかっこいい写真が送られてきたの。まあ話をすると、その写真を見せないと多分分かんないと思うけど、ちょっと待ってね、その写真をキャプるわ。まずね、リスナーさんからすごい感動しました、和道さんとドレさんのこの指定の関係がすごく良かったです、この写真見て私泣きそうになりましたっつって、この写真がまずリスナーさんから送られてきたのよ、ね、でいい写真じゃん。リングの上で負けた俺と勝ったドレさんがこう慰めてるじゃないけどね。でよく見て、後ろの方にね、ヒカルくんがこう見てんの。ヒカルくんいるでしょ。でヒカルくんはそんな俺らを見て、わっせんいいっすね、最高っすね、男の友情っすねって見てるでしょ。わかる、いいっすね、わっせん、ドルさんかっこいいっすね、マジで男っすねって見てるけど、これどんな会話をしてたかっていうと、いやワード、グッズって売れねえなっていう下水話してるこれ金の話をしてる。うん、いやドルさんまだ有名じゃないからグッズなんか売れないよっつって、うん、いやー世の中厳しいなっつってどうやったらグッズ売れんだよまだ教えてくれよっていう、そういうシーンだねこの写真は。そう、全然感動的なシーンじゃない。そしたらリスナーさんがっかりだっつって、プップクプーはダメだなっつって、うん、このシーンでさ、物販の売り上げの話するか。こんなシーンで物販の売り上げしないでしょ普通。こんな感じで、こういう人だからね、プップクプーは、みんな感動してたのに、あのリングの上でコソコソ話でグッズが売れるか売れないか、いくら売れたのとか、ギャラいくらなのとか、そういう下水話をしてる。
コードステッカーはまだありますよ、全然。もしよかったら買ってください。あの、これともう一個あるんで。ワドステッカー絶賛販売中です。ヨロピク。ドレさん結構ボディータッチ系の人だね、ドレさんはボディータッチする、ステッカーね高いよ、1枚1000円ぼったくりって言われてる。さすがに便所太郎さんに言われた、ワドをやりすぎステッカー1枚1000円は強きすぎって怒られた500円とか700円とかに仕上げないとかわいそうだよっつって。そう、あとねもう一種類ステッカーあるけど、どこにあるかな、ステゴロステッカーっていうもう一種類あるね、欲しい、郵送販売しますよ、ありがとうございます。クソジー、ありがとうございます。福島行きてえな、まだ福島結構よいい街だったね、郡山楽しかった。じゃあ一旦休憩しようかな。また石野が来たら、あの詳しく事情聴取をするんで、あのまたご飯ができたんでご飯食べます。じゃあ皆さんありがとうございました。石野くん待ちです。多分1時間以内に放送すると思います。お疲れ様でした。皆さんフォローよろしくお願いします。アイテムくれた人ありがとうございました。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。